無重力直毛さん、ユーリ顔やな。え、ユーリさん似てるってことですかね。え、ありがとうございます。サイバーさん、うわ、なんか可愛い顔文字ありがとうございます。ワクワク、身長何センチですか。ワクワク、あ、ワク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 言いますよ、もちろん。え、たけさんこんばんは。こんばんは。え、しゅうさん、てか今までパーカーとか着てたから暑かったんじゃん。え、暑かったんですけど、すごく安心感があって、あの今も隣にいらっしゃるんですけど、パーカーが、あの安心感があるんでね、やっぱ後で着ようかなと思います。でもまずなんか暑いんで腕まくりたいな。コバチさん、身長発表イベントと聞いてきました。あ、そうです、身長発表イベントです。タイパンさん、ママもスタンバイしてる。ワクワク。あのね、すいません、ほんまに一つ皆さんに謝らないといけないことがあるんですけど、あのお母さんね、あのもう夕方から何回も何回も、あのほんまに出てくれへんって、もう声だけでいいからって言ったんですけど、もうなんか恥ずかしいらしくて、あとなんかショールームどんなんか分からへんから、ちょっとママ恥ずかしいって言って、でもうちょっとね来てくれません。ほんまにごめんなさい。でもあのお母さんは、あのもし私がほんまに NNB48 研究生になることができたら絶対モテてあげるわって言ってくれました。なんで私がもし NNB48 研究生になることができたら、ママあの声出し配信してくれます。しゅんさん、ハートたくさんありがとうございます。タレパンさん、なんだって。そうですよね、ほんまに悲しいんですけど、ほんまにそれはもうすみません。でもなんかもう、私がもしあの NNB48 加入することができたら、もう配信でも劣ってもいいよってぐらい、もうなんかほんまに加入することできたら、あの声出し配信してくれるって言ってました。もう私が嫌がってももう絶対してくれるって言ってくれました。けんちゃん初見です。けんちゃん今日もありがとうございます。今日っていうかね、あのお昼もありがとうございます。小麦さん、こんばんは。こんばんは。小町さん、そこをなんとか、そうですよね。でも私が本物に加入することできたら来てくれます。けんちゃん、可愛らしい子発見。わ、ありがとうございます。みくさん、はっちゃんこんばんは。みくさん今日もありがとうございます。こんばんは。しゅんさん、夜のはっちゃんも可愛い。わ、ありがとうございます。けんちゃん、お母さん最高ですね。お母さんね最高。私だからほんまにもっと頑張ろうと思います。こわちさん、今気づいたけどカチューシャにリボンついてるんだね。そうです、これキティちゃんのやつなんでリボンついてます。けんちゃん、身長はどうだったの。あ、身長もね、もうちょっとしたら発表しますね。けんちゃん、心電図星ついてやったか。あのごめんなさい、心電図今日、あの去年より怒られました。あの測るお姉さんおばちゃんにほんまに怒られました。けんちゃん、夜も朝も昼も可愛いな。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。タレパンさん、ママの出演キャンセル代わりにはっちゃんのトリーサイズ発表。トリーサイズ発表。ハマちゃん風。いや面白い。トリーサイズ測らなかったんですよ、ほんまに。なんか最近の身体測定ってすごくて、なんか身長測ってると同時に体重も測られてるんですよ。びっくりしました。岩本さん、こんばんは。こんばんは。けんちゃん、くさ。終わりなき旅さん、こんばんは。こんばんは。しゅんさん、でもちゃんと撮れた。なんか私だけなんかめちゃくちゃ長かったんですよ。隣の子とかめっちゃ早かったのに、なんか私だけなんかずっとこうやって寝転がってました。なんかあのちゃんとしてって言われてめっちゃ長かったんですけど、まあね、撮れたと思いますよ。けんちゃん、撮れたならいいが。そうですよね。けんちゃん、すげえ、何その機能。そうですよね、あのね、あの身長を測るのも時間かかって、なんかちょっとこうやってしてたら、なんかあのなんかバンってされました。タレパンさん、結果発表しますね。ちょっと待ってくださいね、皆さん揃ってるかな。
けんちゃん、身長と体重をいっぺんに測れるの？え、そうです、そういうことです。コバッチーさん、はっちゃんの心電図プレゼント企画ないかな。ね、もう心電図プレゼント、え、心電図くれるんですか？え、お部屋に置くってことですか？いや、ありがとうございます。慣れるのが大切ですからね、なんでも。え、三色団子さん、はっちゃんこんばんは。え、こんばんは。三色団子さんも、来てくださったってことで、じゃあ身長発表していきたいと思います。コロワンさん、こんばんは。え、こんばんは。タレパンさん、格付けマスターが入った部屋が正解ないわ。それではいきます。ガチャ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 、何センチだと思いますか皆さん。あ、すいません、なんて言えばいいんですかね。クラゲの可愛いアイコンの、YUSRIZAL さん、ハートありがとうございます。夜の配信もありがとうございます。けんちゃん、チケットセンター登録いいのか。あ、登録しました、チケットセンター、ありがとうございます。あのメールアドレスとか登録するやつですよね。あのチケットセンター登録して、私が行きたい公演のチケットも応募しました。タレパンさん、予想は予想何センチだと思いますか。マッチーさん、身長何十メートルあるのかな。ワクワク、何百メートルあるかな。ケンちゃん、ちゃんと見たい公演をした。え、そうです、ちゃんと私が見たい公演をしました。ありがとうございます、皆さんのおかげでほんまに応募することできました。みどりんさん、初見です。あ、ありがとうございます。今からね、身長発表するんですけど。タレパンさん、世代交代前夜公演応募するん。あ、私、どうしても5月6日までに、公演行きたかったので、旧期生さんの、劇場公演は見に行けないんですけど、私が見たかった公演に、ちゃんと応募しました。コバチさん、初見です。いやー、コバチさんありがとうございます。今日もヘンちゃん、13センチのハッちゃん、あ、193センチがびっくりした。ケンちゃん、初見です。またまたまた、そんなことないですよね。え、コマギさん、え、花束のギフトありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。え、ズミさん、こんばんは。え、こんばんは、今日もありがとうございます。シュンさん、公演の感想聞かれへんのが残念やな。あ、ほんまや。え、言いたかったです、感想。でも私が受かったら感想言えます。絶対合格しますんで大丈夫です。へんちゃん、あとは当選しないとだな。え、そうなんですよ、ほんまに。タレパンさん、青春、あこれ言っていいんかな、何言いに行くか。え、なちゃまこさん、かわいい、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。なつおさん、今度 M 公演行くよ、 M 公演。あ、また、言っていいんかな。でもね、そこら辺の公演なんですけど。ゆうさん、こんばんは。え、こんばんは。え、こむぎさん、ハートギフトありがとうございます。けんちゃん、12ミリのはっちゃん、こんぐらいじゃないですか。ミクさん、わ、え、金のハートたくさんありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。タレパンさん、158センチと予想、もしくは156センチ、もうタレパンさん天才です。ミクさん、ハートのギフトありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。もうハートたくさん嬉しいです、今日ハートの耳つけてます。ズミさん、猫耳かわいいね。わ、ありがとうございます、やった。シュンさん、よかったら感想も、そうも、出る側になってるんよ。あ、ね、なりたいです、お前もなるんで、皆さんにまた絶対会いたいんで、なりますね。ホワチーさん、チーカワと同じぐらいの大きさ。え、チーカワってちっちゃいんですか。タレパンさん、青春やな、爆笑。けんちゃん、青春みたいなとは思うがね、いいですよね、青春公演。なんて読みますんかね、すいません。初見です、ありがとうございます。けんちゃん、推しがいない、推し、推しは、
推し人いなくても楽しめると思います絶対。え、けんちゃん 148.8 ミリ、ミリ14センチ、鈴吉さんやったやった、そろそろ一体な身長。え、ゆうくんさん初見です、わありがとうございます。じゃあね、今日健康診断あったんですけど、本当の身長発表していきます。けんちゃんかわいい、あれ急に、ありがとうございます。紙に書いた方がいいかな、身長紙に書いた方がいいと思うんですけど、でなんかどんどんバーって見せていくっていう。鈴木ちさん健康診断いいな。いや私あのね、心電図ほんまに最悪でした、ほんまに心電図は絶対したくないです、もう二度と。けんちゃん身長発表いたしましょう、え、していいですか皆さん、します、書きますね、じゃあ今から紙に書いていきます。ルカルの人間夫人さんこんばんは、こんばんは、今日もありがとうございます。あのお昼の、配信もありがとうございます。鈴木ちさん何これ、これは何や、キリン、あなんか身長伸びそう、ありがとうございます。タレパンさんはっちゃん一流芸能人のままでいてほしい、え、いけるかな、私なんか映る価値なしみたいなところすぐ行きそう。ミカルの人間不思議さん待ってました、100キラキラ、わめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。小鉢さんドキ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 、ケンちゃん来るかえ、これサイかな、ありがとうございます。さあさあ、私は勝手に自称157センチって言ってたんですけど、さあ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 、ザコになるの、ザコ、え、なんかこうやってなんか急にバーンって見せるのかチラチラって見せるのかどっちがいいんですかね。え、けんちゃんカバン、ありがとうございます。鈴木ちいさん158、え、けんちゃん158、多いですね158。けんちゃんがっつり見せようけんちゃん 158.2345567 ミリ、え？タレパンさんザコ師匠、あ、ザコ師匠か、え、見せますよ皆さん、え、大丈夫ですか、ここ書いてあるんですけど、書いてあるんですけど、え、皆さん今見てくれてますかね、見せようかな、え、けんちゃん見えんわごめんなさい、あ、まだ見せ、まだ見せてないです。こうやってさ早い、タイパーさ結果発表けんちゃんすごいギャップ、え、何にギャップ感じましたかねえ、けんちゃんこんなおっとりしてんのに、ええどう、なんか私しましたかねギャップけんちゃん、え、見てわかるやろ、え、見てわかるの、なんかおかしいこと書いてますかね、え小町さん焦らされるの悪くない、え、ごめんなさいごめんなさい、え、ちょっと待ってくださいね。けんちゃんギャル化しました、私ギャルねすごい憧れはしてます。え、つみさん動きが俊敏に見たけんちゃんわらわら、え、ちょっとちゃんと見せるんでちょっと待ってくださいね。え、ザンさんこんばんわんこそばんそうこ、こんばんわんこそばんそうこ、ザンさんお疲れ様です、ザンさんもお疲れ様です。タレパンさんママコメントだけでも現れてほしい、え、ママのコメントを読めばいいんですかね、あのママから預かった手紙を読めばいいんですかね。ケンちゃん焦らせていいよ、いやいやいや、ケンちゃんギャルなんですか、ギャルでしょうか、ええ焦らせていいよ、いや、あの焦らせる気ないです、ほんまにごめんなさい。三色団子さんはっちゃんギャルいけますよ、やったありがとうございます。
ケンちゃんママに代役で発表してもらおう。ママ来てくれないんですよね。100メートルランナーさんこんばんは。あ、こんばんは。じゃあそろそろ皆さん集まったかな。え、身長見せますよ。なんかそろそろほんまに嫌われそうなんで。ケンちゃんもっと焦らせて言う。いやほんまに皆さんほんまにごめんなさいね。カレパーさんママから預かってるの。ママから預かってないんですけどね、なんか手紙でよかったら持ってきたいですね。てかママ引っ張ってきたいんですけどちょっと許してくれませんでした。え、 100m ランナーさん、あ、流れ星たくさんありがとうございます。え、ケンちゃん、おお、サプライズ発表みたいな感じ。え、そんな期待しないでください。ただの身長なんで。え、いきますよ。じゃあ見せますね。3、2、1。え、ほんまに嫌われそうなんでちゃんとします。はい。156.1、 0.1cm 縮みました。え、去年 156.2 だったんですけど1年生の時、 0.1cm 縮みました。でその後保健室で測ったらちゃんと 157cm だったんですけど縮みました。縮みました。悲しかったです。え、つぎちさんはめっちゃ可愛い顔文字ありがとうございます。しゅんさん一応言っとく。あ、焦らす、ごめんなさい、じらす、ごめん。めっちゃ恥ずかしい、ごめんなさい。最後の最後また漢字呼ぶの間違えちゃった。けんちゃん、え、うん、カワティさん、おい、けんちゃん、え、え、100メートルランナーさん100キラ完了、うわ、ありがとうございます。スーキチさん、カワチ、うわ、うれちミクさん縮んじゃったのか。そう、 0.1cm 縮んじゃいました。これは保健室で測った身長で、これが公式のちゃんと学校で測ったやつです。機械で測ったんですよ。そきてさん、カメカメ、ケンちゃんかわいい、ありがとうございます。しゅんさん、ケンのハートたくさんありがとうございます。ケンちゃん身長とか体重の感じの勉強せな。ほんまにそうなんですよ。タレパンさん予想が当たった、わら、なんか得点ください爆笑。え、そうですよね、タラパンさんは158か156っておっしゃってくださって、あの、まあすごいって思いました。コワチさん身長計に文句言ってくる、文句言いに行きましょう皆さん一緒に。鈴木ちんさん、ハートありがとうございます。ケンちゃん健康診断開催したスタッフに文句言ってくる。え、スタッフの方めちゃくちゃたくさんいらっしゃいましたよ。なんか各あの病院の先生めちゃくちゃ来てくださっていて。えずみさん、はっちゃんの理想の身長は何センチなの。私目標は160センチです。絶対160センチ台行きたいです。えしゅんさん、え、ちっちゃくなってて可愛いね。 0.1 センチどこ行ったんですか。え、ちょっと私の 0.1 センチどこ行ったか皆さん知ってますか。どこ行ったんですか 0.1 センチ。マスオさん、低くなったんかい。え、そう、この年で低くなっちゃいました。鈴木さん、小さい方が可愛く見える、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。でもね、なんか横にもでかくなっちゃったかも。 でもあの体重減ってました。体重結構減っててびっくりしました。でもなんか高校入学してめちゃくちゃ増えて、で今ちょっと戻ってきてるって感じです。コバチさん、学校帰ったら身長伸びるかな。あ、ほんまや、ちょっと転校しようかな。ケンちゃん、俺の身長やる、15センチ。わ、え、いいんですか。じゃあ171やった。タイパンさん、ハッちゃんのツリーサイズ待てられたらすごいわ。私ツリーサイズ測ったことがいいんですよね。ケンちゃん、俺に融合した 0.1cm。 あ、ケンちゃんのところに 0.1cm がいったんですかね。ケンちゃん、小さい方が見れるからドキドキする、やった。ケンちゃん、上から、あ、上から見れるから。イライさん、健康診断どうだったの。あ、イライさん、え、こんにちは。私 0.1cm なんとどっか行きました。ちっちゃくなりました。タレパンさん、リンゴ2個分。あ、リンゴ、リンゴはね、そうだね、リンゴ3個分から、まあリンゴ 2.5 個分ぐらいになりました。ミクさん、次測るときは伸びてるといいね。え、そうです、もうありがとうございます、伸びたいです。
しゅうさんまだ高2やしこれから伸びるかもよ、毎日牛乳飲みます、ありがとうございます。けんちゃん学校転校転校。こわちんさん1センチ110円税込みで販売します。じゃあ4センチぐらい欲しいんで440円払ったらいいですかね。けんちゃん俺ゴールデンウィーク明け健康診断だから楽しみ。え、すごい、ゴールデンウィーク明け。けんちゃん行っちゃった、わらわら 0.1 も 0.1 どこ行ったんですよ、ほんまに。すみさんあと4センチ希望は全然あるでしょう。うわ、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ひらやさん、計測器がおかしいね。ほんまです、ほんまです、ほんまにその通りです。もうめっちゃ悲しかったです。けんちゃんはっちゃんはお風呂長めですか。あ、日によるんですけどね、結構湯船に15分ぐらい使ったりする時もあります。なんか痩せるって聞いて。しゅうさんでも体重落ちててよかったやん。え、そうです、ほんまによかったです。けんちゃん1センチ80円追込みで売ります。じゃあ10センチぐらい買おうかな。しおさんそれよりも来年こそは新年度で怒られるようにな。絶対無理、絶対無理です。そう、絶対無理です。あのね、去年より怒られたような気がしました。なんか初めに言ったんですよ、すみません私ほんまに新年度苦手で笑ってしまうんですよって言ったら、あ、大丈夫大丈夫って言って、まだ何にもしてないよって言われて、でも最後には私多分嫌われました、新年図のおばちゃんに。けんちゃん汗かくと痩せるかもですね。え、そうだから頑張ってます、汗かくの。すみさん一回整体行ってピッパーで引っ張ってもらったら引っ張るんですか。え、ちょっとびっくり。けんちゃん、あ、ごめん、1ミリ80円の間違いでした。じゃあちょっともう逆に売ります、私の身長。お金稼ごう。コアチさんその昔 AKB で健康診断やってたことあるね。え、そうなんですか。 AKB さんって結構何年も、ね、企画してはりますよね。ねえさん耳鼻科検診はどうだった、鼻の調子悪いの見てもらえた。めちゃくちゃ悪かったんですけど鼻の調子。でもなんかおじちゃんでなんか鼻クワクワってして、はい終わりって言って、なんか2秒ぐらいで終わりました。鼻の調子悪いんですけど。めっちゃタレバンさんドラゴンボール7個集めてシェンロンに頼むしか。え、ちょっとじゃあドラゴンボールのね、あの星のやつ集めて頼みます。あのなんか牛ドラゴンに。シェンさんやる前は優しかったのに最後には怒られてんのバリおもろい。え、そう怒られただけじゃなくて多分嫌われました。あとなんか周りに友達いたんですけど、もうなんかめっちゃ笑われました。なんかもうずっとなんか怒られたねって言って。宝野さんこんばんは、こんばんは、今日もありがとうございます。小鉢さん仕方ないドラえもんに頼んでおきます。わ、ありがとうございます。ほんまや、ドラえもんに頼めばいいんや。え、コウスケさんこんばんは、え、こんばんは。え、タレファンさん156だとあやみより低いことになる。え、そうなんですか。え、あやみさん何センチでしょう。なんかけんちゃん前より悪化してる。悪化してるんですよ。でもなんかすぐ返されました、あの自民家の人は。けんちゃん前より悪化して、あ、これ見ました、すいません。え、イレヤさん、え、調子悪いっていう暇もなかったか。え、そうなんですよ。なんかあのなんか名前も言う前にはいはいって言ってはいってされました。え、シュンさん評価のとこありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。ケンちゃんやる前超優しかったのに最終的に怒られる、もう嫌われもしました。なんかね、なんか最初はあんなに優しかったのに。いやいやさん、ちなみに歯科検診は虫歯あった。あ、なんかや、かわいいお姉さんにやってもらって、なんかあーってして、あ、右奥歯治療中ですかって言われて、はいそうですって言って、でなんか治療頑張ってくださいねって言ってもらいました。もうめっちゃ嬉しかったです。
しおさん指ツンツンするのするん可愛すぎた。いやこれですか、嬉しい、ありがとうございます。でも嫌われちゃった。カレバンさん、レッドリボン隊も掃除もドラゴンボール集めて身長高くするのが願いだった。あ、え、勉強します、ありがとうございます。私もドラゴンボールの玉集めます。くまっちさん、ちなみにドラえもんの秘密道具で欲しいものある？僕はどこでもドアです。遠征費節約できるから。あ、めちゃくちゃめちゃくちゃ賢いお考えですね。確かに費用ね、めちゃくちゃ節約できますよね。え、ね、私はあのね、ずっと欲しいのはあのタイムマシンが欲しいです。タイムマシンになってるかな、なんかあの伸びたの引き出しからわーってして、でなんかタイムマシン乗ってふーっていくやつです。私はタイムマシンがめちゃくちゃ欲しいですね。未来に行きたい、過去より未来に行きたいです。ケンちゃん、はっちゃんトーク低下してるで大丈夫か、結婚診断せ。え、そうなんですよ。鼻がケンちゃん、ただいま、はっちゃん、だんだん覚醒、あ、え、あ、あの読み方ありがとうございます。覚醒中、エンジン注入中ですので温かくご覧ください、温かくご覧ください。えずみさん、ごめん聞いてなかったんやけど、新年度でなんで笑っちゃうの？新年度で笑っちゃうのはあのね、新年度ってこことかこことか足とかなんか挟まれるじゃないですか、洗濯バサミみたいなやつで。その後になんか吸盤でなんかお腹とか脇腹あたりをこうペタペタされるんですけど、それがめちゃくちゃくすぐったくて、私めちゃくちゃくすぐったいのを感じちゃうタイプなん でそれでくすぐったくて笑っちゃいました。めちゃくちゃくすぐったくて、冷たくて、そう、くすぐったくないですか、新年度。私だから苦手です、だから笑っちゃいました。ケンちゃん、僕は4次元ポケット、あ、え、あ、確かに、え、でも4次元ポケットとか言ったらもう何でも最強ですよね。コバチさん、タイムマシーンいつに戻りたいの？私戻りたいっていうのもあるんですけど、まああの未来に行きたいかなって、どちらかというと私過去より未来に行きたいです。タレパンさん、あれが、顔面ラップする前にも笑ってそう、あ、NNB48 さんやってましたよね、あの顔面ラップ、なんかブワーってするやつ。あれなんか私がやったらすごい面白そう。脂肪で顔が埋もれそうですね全部。しおさん、ビリビリペンとか大丈夫な人？いや私ああいうのもなんかもうめっちゃブワーってなるんですけど、あのやっぱり NNB48 さんの罰ゲームといったらビリビリペンですよね。スミスさん、ああ雰囲気とかじゃなくてそっちね、確かにちょっとくすぐったいね、ひんやりするし、え、そうです、雰囲気をまあ笑っちゃったんですけど、あのくすぐったくて笑っちゃいました。ね、なんか次は引っかかってないといいなって思うんですけどね、多分引っかかってないと思うんですけどね。愛華さん、頑張ってください。わ、嬉しい、ありがとうございます、頑張ります。しゅんさん、リアクションでかそうやから NNB には向いてるかもな。え、ありがとうございます。そうです、私めちゃくちゃリアクションでかくてあのうるさいです。めっちゃうるさいです私。タレパンさん、不適切にも程があるってドラマも未来に行く話だと、あ、めちゃくちゃびっくりしました、すいません、なんか私が言ったことがすごい不適切だったかなと思って、すいません、不適切にも程があるってなんか私が言われたと思ってめっちゃびっくりしました、すいません。え、ちょっとじゃあ見てみます、調べて。未来に行く話って面白いですよね。え、鈴木ちーさん、うわ、なんかわーってしてる顔文字、ありがとうございます。ここはわーってしてる。こばちさん、僕ははっちゃんに引っかかってます。はち、え、どこに引っかかったんですか、大丈夫ですか、引っ張りましょうか。つみさん、お化け屋敷とか入ったらギャーギャー騒ぐ。え、騒ぎます、お化け屋敷は騒ぎます。でもなんか私ほんまに怖くなったらもうなんか声が出なくなるんで、なんかもうずっと怒った顔してます。なんかね、あの前も話したんですけど、ジェットコースターとか乗るときはキャーキャー、最初なんか余裕があるときはキャーキャー叫んでんですけど、もう余裕ないときは、真顔で乗ってます、ジェットコースターこうやって
こんな感じ。なんかめっちゃ怒った顔して乗ってます、ジェットコースターとかお化け屋敷怖い時は。なんかね、騒ぐ余裕がなくて。え、鈴木さん、うわめっちゃ可愛い、なんかこうやってしてるやつ、ありがとうございます。こうやってしてる。え、しおさん怒ってる顔も可愛い、わありがとうございます。でもほんまにジェットコースター残ってる時はなんか怒ってるっていうか、なんかすごい人じゃない顔してます。なんかね、私最近怖い映画見に行ったんですよ、変な家。変な家見てる時も私なんかすごい顔が怖かったらしくて、友達を、隣の友達がに聞いたら、でなんかだからその変な家よりもあんたの顔が一番怖かったって言われました。どんな顔してたんでしょうね。イラヤさん、鼻スースー可愛いですか。ほんまに鼻やばくて可愛いって言っていただけて嬉しいです、ありがとうございます。鈴木さん笑顔笑顔。ズミさん、鼻すすむのじわるじわってください。よかったです。タイマーさん、河合優美がブレイクするきっかけになるドラマだった、不謹慎にも程がある、わっ、ありがとうございます。配信終わったらまた見てみます。シュンさん、友達名言すぎる、ね、びっくりしました。なんか映画見て終わった後、なんかえめっちゃ怖かったみたいな、びっくりしたわみたいな感じ言ったら、なんか友達が真顔で、いやあんたの顔が一番怖かったって言われました。真顔で、隣に座ってるあんたの顔が一番怖かったわってね。あの幼なじみと一緒に行ったんですけど、なんかなんでって思いました。そんな顔してないけどなと思って。鈴木さん、わあこんなハートありがとうございます。ピアノさん、こんばんは、こんばんは、配信またありがとうございます。小鉢さん、鼻スーツ保存しました、笑う、そうです。え、鈴木さん、あ、ゴリラかと思った、え、ゾンビ、ゾンビびっくりした。え、こんな絵文字あるんですか、びっくりした。ナビタさん、あ、のび太さん、ごめんなさい、のび太さん、こんばんは、え、こんばんは。ちょっと お飲み物飲んでいいですか、失礼します。鈴木さん、あるよん、いや、なんて言ったら出てくるんですか、ちょっとびっくりしました。たかりんさん、こんばんは、え、こんばんは。そろそろパーカー着ようかな。なんか鼻やばい。ティッシュどこ行った、あった。三色団子さん、思い切り鼻スースーアイドル初めてお会いしました。え、そうですか、すいません。なんか恥ずかしい。マスオさん、鼻噛むときはにするんやで。何にするんですか。ヨシさん、こんばんは、こんばんは。タレパンさん、ゾンビって言ったら出てくる、あら、ゾンビ、あ、ゾンビって言ったら出てくるで思い出した、すいません、ハッシュタグをまず、はい、皆さん今日は暑いね、暑いですよね。なんで私もカッターシャツ、カッターシャツです、今カッターシャツです。今日パジャマじゃないです。タレバンさん、はっちゃんはお花摘みには行かないのね。お花摘み、お花、お花、お花摘み、え、皆さん配信でお花摘みされてるんですか。え、お庭の花ですかね。私は庭にはお花埋めてません。ヤオトンさん、出遅れたけどこんばんは、あ、こんばんは、今日もありがとうございます。あ、じゃあヤオトンさん身長知らないかな、 156.1cm でした、あ、書き直したい。鼻やば、
え、マジックどこやったっけ。鈴木さん暑かったね。え、今日暑かったです、ほんまに暑かったです。なんで保冷剤を持ち歩いて、あ、保冷剤今ここにたくさんあります。え、イライさん思ったより髪長いんだね。髪ですか。髪ね結構長いんですけど、毛先が今ポワンってなってんで隠してます。しおさんミュートにして鼻噛んだらいいよ。ありがとうございます。え、ミュートがねどこにあるかちょっとわからなくて、ありがとうございます。ああ、え、ここかな。あ、ありがとうございます。ほんまや、鼻噛みます後で。タレパンさん、ママ呼べなかったので全身コーデを。全身コーデ映していいんですかね。え、全身コーデはえこんな感じです。今日はこのやつ着てます。リオントンさん、あ、だるま、金のバラもたくさんありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。タイパーさん、お花摘みとは業界用語になります。おトイレのこと、え、上どういうことかな。三色団子さん、ペタペタお顔を冷やすはっちゃん可愛いね。わ、ありがとうございます。え、皆さんもお顔冷やしてくださいね。え、ヤオトンさん157なかったのね。え、そうです、どっか行きました。え、 0.9 センチどっか行きました。え、ズミさん、暑いの寒いのどっちが苦手なの。どっちも苦手なんですけど、暑いのが苦手かなって思います。サレパンさん、そうそう、あ、お手洗いのことか。私よく学校でも言ってますよ、ちょっと鼻摘みに行かないって言って。なんかね、お鼻摘み可愛いですよね。え、ちょっと一回鼻噛んでいいですか。じゃあミュートにします。失礼しました。なんかね、なんかでもなんかね、鼻詰まってるのもなんかめちゃくちゃ鼻出る時じゃなくて、ほんま詰まってて出ないんですよね。え、ことさんさん、え、こんばんは。え、こんばんは。え、こ、タレポンさん、タレパンさん、リアルだな爆笑。え、リアル？え、聞こえてました。え、小麦さん、ヒョウガンタコめちゃくちゃたくさんありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。一気にねステージの上がヒョウ柄のタコになってめっちゃ嬉しいです。え、しゅんさん、そういえば AKB の2人の自転車って曲めっちゃエモい曲でおすすめです。ありがとうございます。え、なんかね曲名ちゃんと分かってないんですけど、聞いてみたら分かるかなって思います。もしかしたら聞いたことあるかもしれないです。え、しゅんさん、大丈夫、聞こえてないよ。あ、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。え、イレヤさん、少しはすっきりした。ちょっとだけねすっきりしました。え、かんぱっぱさん、こんばんは。こんばんは、今日もありがとうございます。ひやのさん、健康診断どうだった。どこも悪いとこなかった。え、そうですね、なんかねまだわからないんですけど、なんか、あ、目が悪かったです。すごく本当にコンタクトしてるって言われました。目が悪かったですね。で、あとなんか目こうするじゃないですか、なんか、あ、花粉症やねって言われました。ね、イライラさん、え、 T シャツ腕まくりいいね。わ、ありがとうございます。そうです、腕まくりしました。あ、カッターシャツ、そこカッターシャツです。え、しゅんさん、ちなみにあるあるなんだが、ミュート解除するん忘れてて無音配信になるやつは絶対ありそう。え、今聞こえてますか、大丈夫ですか。え、イライさん、カッターシャツ、そう、これカッターシャツです。私最近毎日カッターシャツで、なんかカッターシャツ好きなんでカッターシャツです。ズミさん、メガネかけたりする。え、メガネはね、あの、家ではかけます。コンタクト外した後にメガネかけてます。なんで寝る前とかはメガネです。でもメガネ世界一似合わないんで、
絶対外にはしていかないです。なんでもうコンタクトです、基本。しゅんさん今は大丈夫よ、わら、あ、よかったです、ありがとうございます。これ着ようかな。なんか喉もおかしいし、もうほんまにしゅんさんメガネ姿も絶対可愛い、見たことないけど、わ、ありがとうございます。でもね、なんか私メガネかけたら目ちっちゃくなるような気がして、なんで外にメガネあんまりしていたことないです。あと私メガネよく壊すんですよね。三色団子さん暖かくしてね、ありがとうございます、暖かくします。でも今ちょっと暑くて、皆さん暑くないですか。わあ。ケンちゃん初見です。え、初見、わあ、また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 。シェイさん待って、壊すとは、あ、メガネよく壊すんですよ。あのね、私メガネ屋さんに行って直してもらうのが日常なんですけど、もう次はないですよって言われます、毎回。もう次はもうほんまに直せませんって言われます。ケンちゃん、怪物ですか、私、怪物、私がですか。怪物じゃないですよ、普通の、普通の人です。ケンちゃんラブユー、なんか笑ってくれてるんですかね、よかったです。イライさん、鼻水出るときは、天秤薬すると気持ちいいんだけどね。そうですよね、ありがとうございます。あれね、あさってちょっと病院行こうと思います。あさって絶対病院行きます。明日は大切な日なんでね、皆さんとしばらく最後になる、しばらく最後になるだけで絶対私皆さんに会えると思ってます。またナビさん、暑いよ、ずっと扇風機かけてる、わ、いいな。扇風機ね、まだ出してなくて、なんで私はずっと下敷き生活です。どこ行った、私は下敷きです。しゅんさん、家の中は基本薄着やから暑くないよ。そうですよね、暑くないです今。けんちゃん怒られてやん、怒られて、怒られて、 誰が怒られたの。しゅんさん、やばい、明日で最後や、無理や。でもね、明日でしばらく最後になるだけでまた皆さんに会えます、会えると思います、絶対会います、あ、絶対現れます。しばらく会えなくなっちゃうんですけど、また現れるんで。ねずみさん、正直うちはないの。ね、なんかね、うちはもうなくて、下敷き、相棒の下敷きちゃんがお昼はいたんですけど、ちょっとなんか消えてしまいました。どこ行った、ほんまに、あれ、あ、あったあった、ピアノさん、花粉症は米を玄米に変えると治るって聞いたよ。わ、ありがとうございます。あ、そっか、玄米、玄米美味しいですよね、ありがとうございます。ちょっとスクショして玄米探しに行こう。けんちゃん、うちは買ってあげる、やった、うちはこれうちはなんですよ。しんさん、下敷きってうちわとしての機能めっちゃ高いよな。めっちゃ高いと思います、ほんまに。ずみさん、青いで赤みさらさらかわいいね。わ、ありがとうございます。ちょっと散らかりました、髪の毛。にょうとうさん、なみく髪がいい感じ、よっしゃ、ありがとうございます。じゃあ皆さんも髪なびかせてください。けんちゃん、センスね。わ、ごめんなさい、ありがとうございます。センス、センス、センス、やった。しゅんさん、ちなみに玄米はにも効果的やで、効果的ダイエットはめっちゃいい、ありがとうございます。玄米美味しいですよね。けんちゃん、覚醒しましたか、ようやく。覚醒、これが覚醒っていうのかな。夏が、イライさん、下敷きにもっと多いでほしい、暑い。あ、
もっと涼しくなる方法ありますよ。なんかまず保冷剤で冷やしてから下敷きでパタパタするとめっちゃいい感じなんで、皆さん今から涼しくなってもらいます。まずじゃあ保冷剤でこうやって冷やします。でその後に下敷きで編みます。そうするとめっちゃ涼しくなりますよ。けんちゃん、はっちゃん自体が私が覚醒したってことですか。あ、覚醒しました、よっしゃ。いのりさんこんばんは。こんばんは、コメントありがとうございます。初見になったことがあります。そうだった時もありましたね。おはようございますさん、夜のライブもありがとうございます。お昼もありがとうございました。けんちゃん、はい、よっしゃよっしゃ。おはようございますさん、だるまありがとうございます。しゅんさん、教室で実際の窓に追って風になめかれてるはっちゃん想像したら可愛すぎた。ありがとうございます。でもね、あの教室では静かにしてるとかじゃなくて、もううるさくてお菓子ばっか食べて、ほんま私ね、教室ではね、なんかね、すごい自由人なんですよ。私教室で休み時間はもうなんか寝たり、友達とゴリラのように騒ぎまくったり、お菓子ばっか食べてます。こんなね、窓際にちゃんと座ってる感じではないですね。ゴリラみたいにうるさくしてます。シュカちゃんさん、こんばんは。こんばんは、コメントありがとうございます。えなりさん、今日もめっちゃ可愛い、めちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。ヤオトワさん、髪を下敷きでこすって静電気遊びしたかった。あ、ちょっと難しい、小学生以来ですね。ちょっとあれない、けんちゃん、わかるわかる。イライラさん、涼しくなりました、ありがとう。あ、よかったです。もう一回こうバーって冷却してから、こうバーって。けんちゃん、教室では騒がしいんだよね。そうです、ゴリラのように騒がしくやってます。けんちゃん、お菓子食べていいのか。そう、私の学校すごく厳しくて、もう牢獄刑務所高校って呼ばれてるんですけど、お菓子はね食べていいんですよ。つみさん、授業中も食べてるの、お菓子。授業中はねダメなんですけど、休み時間にやったらもうチャイム鳴ってね、起立礼みたいな、ありがとうございましたって言った瞬間、もうスクールバッグガッて開けて、もぐもぐもぐって食べてます。しゅんさん、やばい、現実は違いすぎた。あ、ちょっとね、言わなかった方が良かったですね。これが現実ですよ。でもどんどん私もね、現実が出てくると思います。もし NNB48 入ることができたら、どんどんね私の本当が分かってきます。もう皆さんに結構数出してるんですけどね、ありのままの自分で結構最近配信してるんですけど、ピアノさん、返した時期中学生の時よく使ってたな、暗記で。あ、私もね暗記で、私なんか毎日学校でテストあって、なんかこういうね、今この単語覚えてるんですけど、こういうの隠す時とか、この赤い文字隠す時とか、めっちゃこういい感じになります。けんちゃん、俺大学の授業一日中寝てたことある何にも言われないんですかね、大学ってしゅんさん、そんなはっちゃんもかわいいよ。はい、あ、よかったです、ありがとうございます。シェカちゃんさん、お友達がはっちゃんのこと気になってるらしいので見に来ました。めちゃくちゃ嬉しい。なんかめちゃくちゃ嬉しい情報ありがとうございます。そうなんですか、お友達さんがはっちゃんのこと気になってるらしいので見に来ました。誰でしょう、お友達さん。シェカちゃんさん、わ、金のだるまたくさんありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。けんちゃん、そうです、うほほほってしてます。私教室ではゴリラのように毎日楽しんでます。カールミーさん、ビリビリ静電気してみたい。私あれはちょっと苦手なんですけど、まあまあまあやってみたいです。挑戦すること大切なんでね。三色団子さん、
赤いやつで覚えるの懐かしい。赤いやつ。けんちゃん、しかも展開クラス別のクラスの一番前で、私もね一番前の時普通に寝てますよ。え、ミクさん、そのお友達私です。あら、あ、ミクさん、え、ありがとうございます。ほんまにね、あのこうやってあの皆さんに広めていただいてほんまに嬉しいです。ありがとうございます。ミクさんもね毎日あの X の方でもうありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。けんちゃん、ミクうまくいくわけいくわけ。矢野さん、今でも小さい単語帳って使うんかな。私は学校ではこれ使ってます。英単語ターゲット1900。ドミニーさん、ヒョウガンダコありがとうございます。シュンさん、 AKB にゴリラ曲あるから、適任やん。ちなみに今 NNB でも公演やってるよ。あ、覚えますね。じゃあありがとうございます。ドミニーさん、はじめまして。ドミニーさん、全然はじめましてじゃないですよ。ドミニーさん、金のハートたくさんありがとうございます。友達さん、こんばんは。こんばんは。タレパンさん、昨日つぶやき忘れて寝てしまった。タレパンさんもいつもありがとうございます。もうゆっくり寝て休んでください。シャカちゃんさん、ミクちゃん仲良っぴっぴです。うわ、もうありがとうございます。もうね、あのほんまにこうやって見に来て、たくさんの方に見に来てくださってめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ズミさん、はっちゃん理系って言ってたっけ。私文系です。文系の世界史選択です。ドミンさん、金のだるまありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。タイパーさん、今日つぶやいて笑う。ありがとうございます。まだ見ます。結構頻繁に見てるんですけど、今日はあんまり見れてなかったです。すいません。めっちゃ楽しみにして、じゃあ見ます。ドミンさん、星のギフトありがとうございます。嬉しいです。やっぱ喉がね、ちょっとあの失礼します。熱っ。イライさん、おしゃれなカップ、あ、ありがとうございます。私なんかね、おしゃれなこういう食器めっちゃ好きなんで、こういう食器集めてますね。可愛いですよねこれ。鈴木さん、可愛い顔文字とハートありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。イライさん、集めてるんだ。そう、集めてます。でもね、この食器は高くなくて、お安くて高みにして最高です。しゅんさん、おしゃれなカップがよく似合う。わ、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。私なんかね、なんかもうこんな顔とこんな性格やのに、なんかね、おしゃれなカップ使ってね、もうほんまになんか恥ずかしかったんですけど、ありがとうございます。カールミーさん、アンティーク物好きなのかな。アンティーク、アンティークちょっと調べてみよう。アンティーク、アンティーク、そうです、そうそうそう、なんかこういうアンティークもの、なんかあの昔の貴族が使ってそうなものがめちゃくちゃ好きです。あの昔の貴族みたいな、なんかヨーロッパの貴族みたいなやつめっちゃ好きです。ゆでやさん、だるまたくさんありがとうございます。しゅんさん、こんな顔と性格、そう、こんなやかましい顔とこんなやかましい性格なんですけど、あの食器はね、あの貴族みたいな食器が好きです。鈴木さん、あ、可愛い顔文字、またまたありがとうございます。
たまちゃんさんこんばんは。こんばんは。じゅんさんハートたくさんありがとうございます。タレパンさん平安貴族で泣く笑。平安貴族、平安貴族、そうですね、日本の貴族さんもまあいいの使ってたと思うんですけど、あのヨーロッパの貴族さんも結構いいの使ってたと思います。イライアさん昔の貴族笑。あ、そっか、今貴族いないか。ほんまや、今って貴族いますか。マー君、あ、マー君上手、ごめんなさい、ほんまにごめんなさい。マーさんこんばんは。こんばんは。お昼の配信もねほんまに来てくださってありがとうございました。タレパンさん、平安貴族は藤原氏。わら、もっと勉強します。ありがとうございます。私日本史の方が好きなんですけどね、なんで世界史にしちゃったんやろ。イライラさんくん付け羨ましい。イライラさんもイライラくんって呼んだ方がいいですかね。あのほんまにあの呼んでほしかったらあの言ってください。ケンちゃん、石橋ゆぶきは知ってると思いますが、滝本くるみちゃんは知ってますか。名前聞いたことあります。調べたらわかると思います。顔見たら絶対見たことあるってなると思います。ちょっとじゃあ調べてみようかな。滝本くるみさん、あ、はいはい、知ってます、見たことあります。わ、かわいいな。隣に石橋ゆぶきさんも乗ってる。かわいいですよね。ほんまに私 HKT48 さんも好きです。泉さん、はっちゃん天然っぽくて面白いね。ありがとうございます。でもね、私は天然じゃなくて多分あのものすごくあの頭が弱いというか、あのバカなんですよね。ただのバカなんですよ。ピアノさん、世界史いいよね。俺はラセーヌの星のアニメでフランス革命を覚えました。あ、ちょっと私も見ます。ありがとうございます。私アニメ好きなんで見ます。タレパンさん、タレパンくん、わら、タレパンさんもタレパンくんでお呼びしたら方がいいですかね。イライラさん、どっちでも大丈夫だけど新鮮でよかった。イライラくん、教えてください、どっちがいいか。タレパンさん、おい、タレって呼んでもいいやで、めちゃくちゃ面白い、ありがとうございます。私やったらハッちゃんやから、おい、ハってなるんですかね、ハだけ。シュンさん、流れ星のギフトありがとうございます。ミクさん、ヒョウ柄のタコありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ケンちゃん、そんなことないよ。そんなことあるよ。スミさん、好きなアニメ何？好きなアニメは私、あの一番好きなアニメは銀魂っていうアニメです。結構ね昔からあるんですけど、銀魂ってアニメ好きで、私今ね銀魂のパジャマ使ってるんですよ。あ、間違えた、俺思って逆やった。ちょっと汚いんですけど、これドンキで買いました。このキャラクターめっちゃ好きです。カールミーさん、ドイツのマルセンの陶磁器が有名ですよね。あ、ありがとうございます。まだ世界史で習ったばっかりで、あのロゼッタストーンとか、メソポタミア文明とかホモサピエンスとかの辺です。ケンちゃん、なんか笑ってくれてる。タイパンさん、はです。ケンちゃん、 HKT 劇場で売ってるドリンク1000円についてどう思いますか。当事者として、1000円、マジか。まあでも、1000円だったら私我慢しますね。しかちゃんさん、銀魂好きなんですか。私魔をかけてるところです。急な反応、嬉しい、銀魂好きな方いて
めちゃくちゃ嬉しいです。なんかね、あんまり周りに好きな子いなくて、私銀魂めちゃくちゃ好きです。銀魂はほんまに一番好きなアニメです。でもね、いろんなアニメ見てるんで、皆さん好きなアニメ教えてくださいね。すみさん、あ、そうだった銀魂聞いたわ、ごめんわら。え、全然、銀魂はね、結構何回かこの配信でも言ったんですけど、ほんまに皆さん見てみてくださいね。いのりんさん、銀魂好きなの？そう、銀魂好きです。しゅんさん、かわいい、てかドンキ好きやな。え、そうです、この T シャツドンキで買いました。ね、2年前ぐらいの夏からずっとこれ着てます。これパジャマにしてます。で、マスオさん、銀魂好きなんやね。そう、銀魂めっちゃ好きです。しゅんさん、オープンのギフトありがとうございます。タイパンさん、次何回ドンキ行ってる？爆笑。え、私はね、なんかそんなに行かないんですけど、正直なんか1回行ったらめちゃくちゃ買うって感じです。まあでも月1、2回とかですね。え、ケンちゃん、え、1000円でアクリルコースターランダムがついてきた。あ、じゃあもう1000円はもうお安い方ですよ。え、私も、え、欲しいな。え、めっちゃ欲しい。アクリルコースターめちゃくちゃ良くないですか？え、じゃあ私絶対買います。シカちゃんさん、エリザベスさん、かわいい。え、そうですよね、私エリザベスめちゃくちゃ好きなんですよ、ほんまに。エリザベス好きです。ケンちゃん、石橋ゆきのフレーバーのでも石橋ゆきのコースターが出るとは限らない。え、まあでも皆さん可愛いんでね。でもまあ、ほんまに石橋ゆきさんめちゃくちゃ可愛いと思います。いのりんさん、呪術廻戦とか好きです。私も呪術廻戦めっちゃ好きですよ。呪術廻戦は、呪術廻戦ゼロ、あれ見に行った時もめちゃくちゃ良かったです。私また映画見たいなと思ってます。呪術廻戦は曲いいですよね。呪術廻戦ゼロの曲すごいめちゃくちゃ好きです。今でも聴いてます。つみさん、逆系のアニメとかが好きとか。あ、そうです、逆系のアニメがめっちゃ好きです。マスオさん、銀魂のガンダムもどきのところ好きやで。え、そうそうそう、銀魂めちゃくちゃ面白いのあるんで、ガンダムもどきまた見ときます。スクショしました。イノリンさん、フォローありがとうございます。フォローもめちゃくちゃ嬉しいです。まあ明日でね、ちょっと終わってしまうんですけど、フォローしていただけると嬉しいです。ケンちゃん、僕の推しの江口ココハも大のアニメ好きです。私もアニメ結構見ます。イラヤさん、フェアリーリーテイルは知ってるんかな。フェアリーテイル聞いたことあります。フェアリーテイル調べてみよう。あ、ごめんなさい、フェアリーテイル F どこや、 FF フェア、あ、フェアリーテイル、あ、フェアリーテイル、あ、すごい、見たこと、キャラクターを見たことはあります。でもアニメは見たことないです。サイパーさん、ギャグ系か。そう、ギャグ系好きなんですけど、他にもね、普通に恋愛系とかも好きです。ズミさん、アマルちゃんってアニメ知ってる？あ、知ってます。オレンジのオレンジのやつかぶってる女の子ですよね。なんか小学生の時めっちゃ流行ってました。シカちゃんさん、声優さんきっかけで見出したけど面白すぎて一生見られます。これかわいい、ありがとうございます。え、そうですよね、声優さん結構有名な方います。銀魂、ケンちゃん、ただ僕がアニメあんまり見ないので何かいいネタがありませんが、ちなみに進撃の巨人がココアちゃんは好きです。私進撃の巨人もめっちゃ好きです。でもね、進撃の巨人はお話が難しいので、頭いい方はほんまにハマると思います。進撃の巨人何回かアニメ見直したんですけど、やっぱり難しいです、進撃の巨人は。ケンちゃん、ポケモンとかしか見たことないです。僕ポケモンはね、私小学校低学年の時ちょっと見てました。イライさん、金髪の女の子がルーシーって言うんだけど雰囲気ハッチャに似てる。うわ、
嬉しい、ありがとうございます。じゃあ、ね、見ます。エクモンパピーさん、こんばんは。え、こんばんは。イノリンさん、進撃は伏線がすごい。え、そうですよね。進撃の巨人はなんか奥が深いです、とにかく。ケンちゃん、あー僕いいね、ダメです。いや、もう絶対でもおすすめです、進撃の巨人。まあね、すごい長いお話なんですけど。え、コジさん、こんばんは。え、こんばんは。え、ズミさん、主人公の、あ、そう、坂田銀時、そう、主人公は坂田銀時っていう、銀さん、銀ちゃんの声優って杉田さんでしょ。あ、そうです、杉田さんです。そのあの人面白いよね。え、面白い方ですよね、ほんまに。そうです、あの銀魂の主人公の、あの坂田銀時のあの声優さんが杉田さんです。え、ヤンウォンリーさん、こんちゃ、こんちゃ、コメントありがとうございます。フォローもありがとうございます。あの、まだフォローしてないよって方も、フォローしていただけたら嬉しいです。鼻がやっぱやばい。ね、フェアリーテイル見てみます、絶対。ヤンオーリーさん、あら、かわいい、綺麗、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。もうね、ここら辺とか脂肪やばくて、でももっと痩せて可愛くなりたいです。宮野さん、ドラゴンボールは好きですか。最近ドラゴンボールをもう一回見るのにハマっています。あ、ドラゴンボール小学生の時見てましたよ。なんか日曜日の朝かなにやってましたよね。私はあの禅王様が可愛くていいなと思ってます。でも禅王様ってめちゃくちゃね、素晴らしい、素晴らしいっていうか、なんか禅王様めちゃくちゃ無敵ですよね。私禅王様がすごい印象に残ってます。のりんさん、桜井、あ、すいません、なんて読むかちょっと忘れてしまいました。桜井さんの声になりたい。え、そうですね、ちょっと調べてみます。ね、めちゃくちゃ見たことあるお名前なんですけど、あ、わかりました。桜井孝宏さんですね。あ、はい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 、すごいね、あのたくさんのアニメに、あのたくさんのアニメキャラクターの声優さんされてますよね。シカちゃんさん、カツラさんの声優推しです。誰も聞いてない。いやいやいや、え、カツラさんの、ね、声もいいですよね。私あのカツラさんのね、あの性格めちゃくちゃ面白くて好きです。なんか天然なところがいいですよね。福ちゃんさん、こんばんは。え、こんばんは。ケンちゃん初見です。ケンちゃん初見じゃない、全然。ギリギリさん、こんばんは。え、こんばんは。あついさん、こんばんは。え、こんばんは。あのね、あのお昼の配信からありがとうございます。え、しゅんさん、アニメはベタな何個かしか見てない。そうですね、あのね、私も最近アニメ全然見てないんですけど、昔見てました。何見てたんですかね。けんちゃん肌綺麗、ありがとうございます。何もね、あの加工してないんで、ちょっとお肌やばいなって思うんですけど、私一番お肌荒れやすいところは鼻です。今も鼻めっちゃ荒れてるんですけど、鼻めっちゃ荒れてるんですよ。ちょっとアップしないでくださいね。ずみさん、ワンピースとか見てる。あ、ワンピースは見てこなかったんですよ。ワンピースはルフィとかしか知らないです。いや、ヤンウォーリーさん、アイドルファンだとアニメ見てない感じ。あ、アニメ結構見てますよ、私。アニメ、でもアイドルもね、もちろん好きです。えなりんさん、東京リベ、あ、じゃあ間違えた。富岡義勇とか、
夏目、あ、そうです、私すみません、ちょっと忘れてしまった。あ、じゃあ、え、ゲットをすぐるか、ゲットをすぐるの、え、そう、そうです、有名、でも有名ですよね、あのどっちも。え、あついさん、東京リベンジャーズ知ってる？あ、知ってますよ、東京リベンジャーズの漫画持ってます。ヤーウォーリーさん、でも AKB 関連グループのアニメ主題歌結構多いもんね。え、そうですよね、私やっぱりあの妖怪ウォッチの猫の AKB さんが歌ってた、ちょっと題名忘れたんですけど、あの曲がめっちゃ好きです。あのね、何やったっけな、あついさんハートありがとうございます。いのりんさん、やっぱ僕青の早崎すすきに似てる。あ、これね、あの私初日の配信でも言ってくださった方います、早崎すすきに似てるって。めちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。え、またよく調べます。あのこれ私あの言っていただけるの初めてじゃないんですよ。え、ありがとうございます。あの誰々さんに似てるっていうコメントめちゃくちゃ嬉しいです。ミヤネーロさん、そのでかい鼻がええわ。え、鼻めっちゃでかいですよ、私横から見てもでかいし正面から見てもでかいです。あついさんハートありがとうございます。ピアノさん、あ、そうだ、 AKB のアニメ見た、0048。え、見てないです。え、調べます、ありがとうございます。つみさん、声優さんの曲聞いたりもするの？声優さんの曲はね、あの分からないんですけど、あ、聞いて、あんまり聞いたことないんですけど、声優さんもねすごく広い活動されてますよね。あついさん、原作知らんけどアニメと実写を見てよ。え、あ、そうなんですか。私もねアニメからハマって原作読みました。でもね、ほんまに私も一時期めちゃくちゃハマってましたよ、東京リベンジャーズ。ヤンオーリーさん、 AKB0048 懐かしいね、はもう絶対見たいと思います。プリンさん、こんばんは。え、こんばんは、コメントありがとうございます。何やったっけな、なんかね、あの妖怪ウォッチの曲、妖怪ウォッチの AKB さんが歌ってた曲、あ、そう、ニア KB、 ニア KB めっちゃ好きでした。なんかね、あの私あの川栄李奈さんも好きで、あのめっちゃ好きです。イラヤさん、斜めから見るはっちゃんも可愛いな、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。横から見たらね、このほっぺたの脂肪が強調されてすごい面白いことになってますでもなんかね、正面から見たらね、やっぱりね、私あの鼻でかいのがちょっとコンプレックスなんですよね。鼻すごくでかくて、鼻でかいんですよ、ほんまに。ねえ、鼻でかいな。ヤントーさん、48系以外でどんな曲聴くの？あ、私ほんまに何でも聴きますよ。あのね、でも私の好きな曲のジャンルはあの2000年代に流行った曲聴くのがほんまに好きです。なんか最近の曲聴くっていうよりもあの2000年代に流行った曲が好きです。あの皆さん言ってみてください、あのこの曲知ってるとか。でもほんまに曲めちゃくちゃ普段聴いてるんでね、結構してます。なんかほんまに最近の曲聴くっていうよりもあの2000年代に流行った曲聴いてます。イラヤさん、いやいや、めっちゃ可愛いよ、もうめっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。可愛いって言っていただけるのほんまに嬉しいです。つみさん、2000年代って例えば2000年代、もうめちゃくちゃあるんですけど、今スマホ見れないんですけど、あの宇多田ヒカルさんとか、あと愛子さんとかの曲めっちゃ好きです。あと私いつもアップルウォッチで聴いてるんですけど、アップルウォッチじゃない、アップルミュージック、今アップルミュージックね
開けないんで配信してるんで、でも言ってみてください。2000年代に流行った方結構知ってますよ。しゅんさん、氷河のとこありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。ヤンウォーリーさん、誰でも何かコンプレックスあると思うから、ここまで残ったのはそれだけでもすごい。ありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。もうね、ここまで残れたんでね、もう次の審査行って、最終審査行って、でまた皆さんの前に現れます。マスオさん、スキマスイッチは、あ、知ってます。スキマスイッチさんももちろん知ってますよ。スキマスイッチさんもね、今でもほんまに今のね若い人たちも誰でも知ってると思います。宮野さん、推しの子も今年第2部始まるみたいやね。え、そうなんですか。え、ありがとうございます。推しの子はね、第1期ちょっとだけ見たんですけど、ほんまに入ってたんでね、なんか1話すごく長かったくないですか、なんか1時間ぐらいあった。ヤンウォーリーさん、はっちゃんにはそれだけの魅力があるんよ。もうめちゃくちゃ嬉しいです、ほんまにありがとうございます。ヤンウォーリーさんのね、こういうコメント、ずっとあの忘れないようにして、オーディションの時も忘れません、ありがとうございます。よしよしとして、三色団子さん、2000年代は浜崎あゆみさん好きやと。あ、めっちゃ私今でも聞きますよ、浜崎あゆみさん。あと私、倖田來未さんの曲もよく聞きます。え、ずみさん、ミスチルとか、あ、え、そうそう、私あのミスターチルドレンさんの曲、あのめちゃくちゃいろいろ聞いてます。もうあのミスターチルドレンさんの曲で、好きな曲、366日とかもすごい曲ですし、あのなんかちょっと英語多くて、あの曲の題名がちょっと読めないのが多いんですけど、あのミスターチルドレンさんの曲もめっちゃ聴きます。マスオさん、フジファブリックは A ですよ。ちょっと調べます。スクショしといて、聞いてみますね、フジファブリック。イライさん、紫のだるまありがとうございます。しゅんさん、倖田來未はめっちゃ聞いてる。私も今でもめっちゃ聞いてますよ。倖田來未さんと浜崎あゆみさんもいいですよね。 KAOYOI さん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。タレパンさん、花火とか好き。あ、ミスターシルドレンさんの曲ですよね。花火もすごい好きです。あのドラマあったかい、コードブルーやったっけな、それの主題歌ですよね。私もね、花火めっちゃ好きです。ヤンウォーリーさん、高校2年生だとそろそろ大学とか進路決める時期なのに大変だね。そうです、もうね、進路は決めないとやばいんですけど、まあとりあえず大学進学して頑張りたいです。でもやっぱりもう今回このオーディションがラストのチャンスかなって思ってたんです、正直。でもやっぱりあの夢は諦めきれないので、ずっと追いかけ続けます。でもほんまに進路とかもやばくて。泉さん、じゃあ安室ちゃんもかな。あ、そうです、安室奈美恵さんですよね。私あのお母さんがあの好きで、安室奈美恵さん、あのでもね、アップルミュージックでは聞けないんでね、YouTube とかで見てるんですけど、好きです。イレアさん、花火自分も好きです。すごいいい曲ですよね。ファイナキ旅さん、僕の名前はミスチルの曲、そうですよね、やっぱり最初思いました、終わりなき旅っていう曲ありますよね。あのミスチルさんの曲で、すごいほんまに有名な曲、人気な曲にありますよね、終わりなき旅。あの終わりなき旅はほんまにすごく名曲だと思います。やっぱりそうですよね。イレアさん、金のだるまありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。タイマーさん、どうして泣いてるのから始まる浜崎あゆみさんの曲好き。何でしたっけ、ちょっとバッと思い出せない。
曲名教えてもらっていいですか？どうして泣いてるの？何やったっけ？ともちんさん、こんばんは。こんばんは、コメントありがとうございます。KAAO4I さん、氷河のとこありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。こばちさん、はっちゃん大好き、そして大丈夫やで、あ、もうありがとうございます。私は皆さんのこと大好きです。もうありがとうございます。またね、合格して絶対皆さんに会います。まあ、明日あるんですけどね。あ、明日学校あると思ってて、明日祝日なんですね。あの、初めて知りました、さっき。ニャーホーリーさん、夢は叶う、夢は見るものではなく叶えるものって言うから、ありがとうございます。これも忘れません。イレアさん、ダレパンさん、あ、ロングフォーかな。ちょっとなんかサビ聞いたら多分わかると思うんですけど、タレパンさん、ヤマピー、ガッキー、あのドラマ今再放送してる、コードブルーですかね。いいな、私も見たい。ネズミさん、ミスチルはイノセントワールドとか好きだよ。あ、明るい感じの曲ですよね。私も好きです。ヤオトンさん、フジファブリックの若者のすべておすすめ。知ってます。あの夏の曲ですよね、若者のすべて。また若者のすべて聞いたらなんかあのなんか夏思い出します。私好きです、若者のすべてって曲も。終わりなき旅さん、ミスチルで一番好きな曲。あ、すごい。でもね、ミスチルでほんまになんかもう一番って言ってもいいぐらい有名な曲ですよね、終わりなき旅。カタケンさん、こんばんは。こんばんは。タレパンさん、イライラさん正解です。わ、すごい。イライラさん、タレパンさん、自分も好きだったので、いいですよね。タレパンさん、ちなみにあゆの曲一人カラオケで歌ってる。わ、難しくないですか。すごい。イライラさん、はっちゃん、A ソング4 って読むんやで。ありがとうございます。じゃあ、あの調べてみます。多分サビ聞いたら分かると思うんですけどね、なんか歌詞全部見たら分かるような気がする。ピアノさん、祝日に間違えて学校行ったことある？俺一回だけある。私ないです。あるんですか？どうなりました？間違えたらどうなるんですか、あれ。タレパンさん、A ソングファーが正式題名。ありがとうございます。ちょっと調べてみますね。サビ聞いたらわかるかも。なんか X みたいなのが入ってるんや。シカちゃんさん、 NNB メンバーとして会えるのを楽しみにしてます。頑張ってください。もうめちゃくちゃ嬉しいコメントありがとうございます。そうですね、明日で最後になってしまうんですけど、しばらく。でも、あの次、会えるのは、候補生としてじゃなくて NNB48 10期研究生として皆さんに会えることを楽しみにしてます。イレイさん、確かに XX が入ってた。あ、なるほど。パンダさん、こんばんは。こんばんは。シカちゃんさん、ミクちゃんと一緒に挨拶行きたいです。私もね、あのシカちゃんさんとミクさんに、あのほんまに直接めちゃくちゃ会いたいです。もうほんまに楽しみに待ってます。来てくださると嬉しいです。ヤンホーリーさん、大昔のアイドルさんは仕事忙しくて大学まで行かなかったから、今は大学に行くのが当たり前だもんね。なんかね、大学進学されてる方多いですよね、 NNB48 さんでも。あのすごく頭いい方もたくさんいらっしゃいますよね、 NNB48 さん。もうなんかほんまにすごいなって思います。E さん、こんばんは。こんばんは、コメントありがとうございます。なんかやばい。どのも、タレパンさん、いや、なんて読むんや。
ちょっと調べてみますね。アユの曲。なるほど、調べます。聞いたらわかるかな。マスオさん、やねなみ48のメンバーに、かしこさんは少ないよ、ほら。なんかね、阿部若菜さんとか、すごい頭、いい方だなって思ってます。尊敬してます。ヤーオーリーさん、松田聖子さんなんて、松田聖子さんは62歳で、通信で中央大学卒業して話題、すごい、松田聖子さんは知ってるんですけど、62歳で中央大学、マーチですよね、中央大学って。すごい、宮野さん、聖子ちゃんはすごいよね、俺もニュース見た。すごいですね。しかも中央大学っていうのがすごくないですか、マーチの。すごい、中央大学とかも私今からめちゃくちゃ勉強しても絶対いけないと思います。ひろあきさん、コメントありがとうございます。タレパンさん、あなたがもしだ離脱から始まる曲がでDepend on you。 ちょっと待ってください。ごめんなさい、失礼しました。なんかね、ガチガチャってしてしまいました。もうね、すいません、皆さんびっくりしましたよね。調べてみたいな。あなた次第ですっていう意味なんですね。オランゲさん、こんばんは、こんばんは。ヤンウォーリーさん、聖子さんの、時代は大学進学する暇もなかったもん、忙しくて。そうですよね、昔って結構大学進学される方の方が珍しかったんじゃないかなって思います。よし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 さん、こんばんは。こんばんは。なんかすごい、ちょっとお久しぶりです。今日もありがとうございます。マスオさん、調べることいっぱいですね、ほら。そうなんですよ、ちょっとね、すいません。タレパンさん、一人カラオケは女性の半曲分歌ってるタレパン。すごい、でもすごい難しくないですか、浜崎あゆみさんの曲とかも。タレパンさん、さゆさゆの影響で久しぶりにアウルイス歌ったわ。渋谷さゆきさんですかね。よしよしよしさん、なかなかタイミング合わなかったね。お忙しいのにありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。浜崎あゆみさん曲で好きなのは、タレパンさん、六本木心中で曲歌ってたよね、さゆさゆオーディションで。そうですよね、なんか、渋谷さゆきさんは、9期生みちゃくさんの動画見させていただいたんですけど、二次審査の時にまず歌っていらっしゃいましたよね。でそれで三次審査の時も、六本木心中って曲歌っていらっしゃいましたよね。もうなんかめちゃくちゃすごいなと思いました。なんかめちゃくちゃ綺麗な歌声ですごいですよね。しかもめちゃくちゃ難しい曲じゃないですか、すごい。よしよしよしさん、無事に加入できたら、加入したら応援できる。もうね、皆さんに応援していただけるように、もう絶対加入します。もう明日でだから終わりじゃないです。また
ね、今度は NNB48 10期候補生として皆さんの前に現れることを、願ってます。てかもうほんまに頑張ります。タレバンさん、アン・ルイスの曲なんよ、六本木真珠。え、そうなんですか。え、すごいの難しい曲じゃないですか。ちょっと鼻やばい。鏡どこやったっけ。しゅんさん、花束のギフトありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。タイパンさん、あゆというとやっぱり M だな。あ、M は知ってますよ。なんかすごいなんか難しい曲ですよね。なんか明るくらい曲じゃなくて、あのめちゃくちゃ盛り上がる曲ですよね。え、よしよしよしさん、頑張りすぎずに楽しもう。え、皆さんも頑張りすぎずに楽しもう。めっちゃいい言葉ですね。え、浜崎あゆみさん曲ね、いいですよね。なんかほんまに私2000年代の曲が好きで、すいません、ちょっと鼻かんでました。皆さん花粉症とか大丈夫ですかね。私ほんまに今やばくて。タレパンさん、あ、そう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 、のフレーズがあれの、あれが M。 なんかすごいね、盛り上がる感じの曲ですよね。よしよしよしさん、逆に楽しむために頑張ろうとも言えるけどね。あ、でもそうですよね、ほんまに。ありがとうございます。あー、確かに、でもそうですよね。まあこのオーディションも最後まで楽しんで受けれたらなって思ってます。やっぱり楽しむことが大事ですよね。ピアノさん、歌だめみなよの瞳に約束聞いた、秋元康の曲やし、ぜひ聞いてみて。あ、え、聞いたことあるかな。え、また調べてみます。秋元康さんの曲なんですね。え、すごい、秋元康さんってほんまにいろんなグループ あると思うんですけど、すごいですよね。あのグループにあった曲作るのほんまにすごいですよね。タレパンさん、2000年代だと篠原涼子の、愛しさと切なさと心強さとかかな。え、知ってます。え、この曲はね、もうでも若い人たちでも知ってると思いますよ。皆さん、篠原涼子さんで読み方合ってたかな。篠原涼子さんもね、すごい今でも綺麗ですよね。なんかすごいなんか若いなって思います、今でも。なんかね、ほんまに2000年代の高校生になりたかったなってめっちゃ思います。私は2008年生まれなんで、ちょうど私が生まれた時ぐらいの高校生になりたかったです。え、ヤオトンさん、次の審査は歌とダンスだっけ。え、そうです、次のダンスは歌とダンスです。トレイパンさん、ちなみにクリスマスソングの定番曲クリスマスキャメルの頃にはって曲も秋元さん絡んでるはず。え、そうなんですか。え、クリスマスキャロルの頃にはって、なんかすごい失礼から、なんか結構なんか前、もっと前の曲かなって思ったんですけど、え、その曲にも秋元さん絡んでるんですか。え、すごい知ってますよ。え、しゅんさん、昔の曲はだいぶ親の影響でかいよな。え、そうです、私はね、あのやっぱり2000年代の曲好きな理由も、あのお母さんがよく車で流してくれてて、それの影響です。なんかね、もっといつも聴いてる曲とか言いたいんですけど、ちょっとね、いろいろありすぎて言えなくてね、いつも私 Apple Music で聴いてるんですけど、今スマホで配信してるんで見れないんですよね。タイパーさん、そう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 、私ほんま歌うのね苦手なんですけど、そうそう、こんな感じのクリスマスキャメルには、え、そう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 、のあれね、そうです。
でもこの曲って結構ね、なんかもっと前の曲かなって思ってたんですけど。知ってますよ、私ね、クリスマスの曲とかね、あの夏にも聴いたりしてるんですよ普通に。ヤオーリーさん、2000年代では小室哲哉さんのプロデュースの曲が多かったわ。そうですよね。タイパンさん、すいません最初読めない。加原朋美さんとかも守備範囲。あ、加原朋美さんは今でもなんかドッキリグランプリ結構前に出てて、すごいなと思いました。なんか英語の曲名なんで読めなかったんですけど、加原朋美さんの曲はでもなかなか歌おうと思ってもったいないですよね。なんかすごい難しいですよね。ドッキリグランプリ結構出ていらっしゃいますよね。あとなんか歌の鬼レンジャーみたいな、千鳥さんとかまいたちさんかな、がなんか司会していらっしゃる歌歌う番組にもよく最近出ていらっしゃいますよね、加原朋美さん。タレバンさん、 SBEED も2000年代よね。2000年代の曲って結構多いですよね。シュンさん、最近の曲もいいけど昔の曲もシンプルにいいよな。そうですよね。タレパンさん、グローブ、あ、グローブありがとうございます。ヤンモーリーさん、それにツンクさん、その後や秋元康さん。そうですよね、ツンクさんといえばモーニング娘。作った方ですよね。私モーニング娘さんの曲もいろいろ知ってます。結構好きです。ビッグウェーブさん、こんばんは。こんばんは、今日もありがとうございます。シュンさん、昔の曲は有名なのしか知らんけど。私もそうです。タイパンさん、あ、わかりました、どこでもってやつですよねから始まる曲がグローブの有名。あ、知ってますよ、どこでもっていう曲ですよねヤンオーリーさん、秋元康さんは AKB の前におにゃんこクラブも作ってたのでも有名。知ってます、おにゃんこクラブ。おにゃんこクラブも知ってますよ、名前は聞いたことあります。おにゃんこクラブってでも結構前のグループですよね。タレパンさん、モームスってオーディション番組が集まったメンバーで、すごい、モーニング娘さんもね、めちゃくちゃ今でも有名な方いらっしゃいますよね。ヤンオーリーさん、おにゃんこクラブ知らないかな。知ってますよ。ピアノさん、おにゃんこクラブの曲もいい曲多いよ。ありがとうございます、勉強します。タレパンさん、スピード、ありがとうございます。タレパンさん、落選組、なるほど、ありがとうございます。やっぱ2000年代ってすごくいい時代でしたよね。私は2008年生まれなんですけどね。なんか2000年代から2010年の間、私あの時代めっちゃ好きです。2000年代とかでもなんか私生まれたばっかりなんですけどね。タレパンさん、モームス、ハラクセン組の集まり、また勉強します、ありがとうございます。ヤンオーリーさん、2000年代はマジでいい曲多いもんね。ほんまにその通りだと思います。ほんまにいい曲多いですよね。なんか私やっぱり今の曲より2000年代の曲聴くこと多いです。それこそ AKB48 さんも2005年にねできて、でそっからね、めちゃくちゃ曲が増えてってね。タレパンさん、 CD 手配り販売してたんだよ最初は、モームス。すごい、そうなんですか。でも AKB48 さんも最初ティッシュ配ったりされてましたよね。くんちゃんさん、頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります。タイパーさん、ラブマシーンは
1999年発売曲だね。え、そうですよね。1999年はモーニング娘。さんですよね。なんかラブマシンもねすごく有名な曲ですよね。なんかね、あのモーニング娘。さんなんかラブマシンともう一つなんかすごいなんか個人的に似てるなって思う曲があって、何やったっけな、なんか歌うの恥ずかしい。あとね、私なんかザ・ピースっていうかかな、なんかザ・星にピース、あの曲めっちゃ好きです。モーニング娘。さんのヤン・ウォーリーさん、多分その頃は今みたいにインターネットでも宣伝なかっただろうから、え、そうですよね。だからもうティッシュくわりとか。おいなき旅さん、あ、ヒョウ柄のとこありがとうございます。タレパンさん、フレーズ言うて、え、また言います。え、何やったっけな、言いますね。フレーズ言ったら分かるかな。え、シュンさん、グリーンも一曲揃いで結構好き。あ、私も知ってますよ。グリーンさんは今でも結構あの新しい曲出されてますよね。私もよく聞きます、ほんまに。ヤンウォーリーさん、手配りでチラシ配ったり、え、そうですよね。ティッシュとかチラシとか、え、すごいね、大変ですよね。でもほんまに鈴吉さん、わ、かわいい顔文字ありがとうございます。なんだっけな、鈴木さん、ハッチありがとうな。いや、もうこちらこそほんまにありがとうございます。もうね、ほんまにお忙しいと思うんですけどね、鈴木さん、時間があんまりなくてごめんな。いや、もう全然、いや、ほんまにありがとうございます。もうゆっくり休んでください。タネパンさん、さっきよく見るって言ってた番組って鬼レンちゃんのカラオケ番組。え、そうです、そう、それです。あの結構ね、あのアイドルの方も出ていらっしゃいますよね、鬼レンちゃん。聖子さんの香原朋美さんも結構最近出てたと思います。タレパンさん、浜田お仕事あったのかな、あ、すいません、なんかあ、ちょっと調べてみます。え、これ絶対多分知ってると思うんですけどね。ちょっとまた見ときます。え、多分絶対知ってると思います。シュンさん、明日って何時ぐらいの予定？え、何時ぐらいがいいとかありますかね、皆さん。え、明日はでも祝日なんで9時から、あ、でも最終日なんで9時から、19時59分までなんですけど、まあ朝からやりたいなって思っています。何時ぐらいがいいとか皆さんありますかね。え、鈴木さん、明日で最後なんて早いね。え、そうなんですよ。でもしばらく皆さんと会えなくなるだけで、また今度は NNB48 10期生として、あ、10期生、10期研究生として皆さんの前に現れることを待ってます。タリバンさん、浜田歌唱祭でおじゃすした
ちょっとなんて読むかもわからないんですけど、あの絶対見たことあると思います。また調べます。三色団子さん、なんかあっちゃんショールーム対応が上手くなってきた気がする。え、めちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。でもね、ここまで上手くなったのもあの皆さんがほんまに育ててくださったおかげです。え、よしよしよしさん、チラシの手配りもしんどいけど、はっちゃんもすでにオーディション時点でショールームしてるし大変よ。いやもうありがとうございます。もうでもね、ショールームはほんまにあのこんなね素敵な皆さんにいつも見ていただいてほんまに幸せです。ほんまに幸せな時間ありがとうございます。タレパンさん、明日仕事なんで最終しか見れない。わあ、お仕事、明日もお仕事なんですか。めちゃくちゃ大変や。でもありがとうございます。最終は見ていただけたら嬉しいです、ありがとうございます。でもね、あの無理せずにほんまに休んでくださいね。鈴吉さんは神奈川文字ありがとうございます。祈ってるからな、ありがとうございます。私も信じてます。あの、研究生として皆さんの前に現れること。ヤオトンさん、最終日はいよいよ歌声聞けるのか。歌声ね、あのね、歌も調べたんですけど AKB48 グループさんの曲のみで、あとなんかイヤホンしないといけないらしくて、ちょっとねなんかできるんかなって不安になるんですけど、まあできなかったらいつか研究生になった時に聞いていただけたらなと思います。しゅんさん、明日は何時でも大丈夫やで。わ、ありがとうございます。でもね、結構長い間配信するかなと思ってます、最終日なんでね。タレパンさん、9期ではほのぴー、あやみ、れいにゃと見ていて受かったからな。そう、タレパンさんすごいですよね。なんかね、あの過去にも見てた方結構受かってるってこの前もあのおっしゃっていて、私もその中に入れるように頑張ります。ヤウォーリーちゃん、はっちゃんを幸運にグッドラック、ありがとうございます。皆さんの幸運も願ってます。アイカさん、初見です、めっちゃ可愛い、リップ何使ってるか知りたいです。うわ、もうめっちゃ可愛いってコメントもめっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。リップ、あ、なんかね、私こういうコスメ紹介とかもしたかったんですよ。今使ってるのが、私いつもねリップ色付き塗る前に絶対これ塗ってます。これはウォーターリップ使ってます。これを塗ってからあのこういうグロス系塗ってます。これはロム&の06番です。あのね、なんかね、最初こういうの塗らないと、なんかこれ塗ったらなんかパサパサになるんですよ。なんで、最初にこういう、薬用リップ塗るのおすすめします。三色団子さん、ショールームやってくれたからこそ出会えたんやから嬉しいわ。そうです、もうほんまにショールーム迷ったんですけど、正直してよかったです。くんちゃんさん、昔と違って今のアイドルは家に帰ってからが勝負だからね。そうですよね、もう家でこうやってやるのもすごい大切だと思ってます。しゅんさん、明日の最後のツイートはまたいろいろと感想書いて載せる。しゅんさん、いつも感想付きでありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです、もうほんまにね、もうめちゃくちゃほんまに嬉しいんですよ、めっちゃ心に響きます、ありがとうございます。ヤモーリーさん、この116人に残った事態がすごいことだし、頑張ってきたのよ、あと少し。いや、ほんまにありがとうございますね。書類とか二次審査とかもね、頑張ってきて、あと三次審査と最終かな、その間にあるかもしれないんですけど、また頑張ります。でもね、なんかショールームの116人の以外の方にもまだいらっしゃると思うんで、まあ150人ぐらいいるかなって思ってます。ショールームもね、登録するか登録しないかはあの選択制だったんでね。タレパンさん、
ハチキは福のアミちゃん見ていて受かってる。わ、すごい。やっぱすごいですね。でもタルパンさんどうなんですか、やっぱりショールームの時から見てる子が受かるってすごくないですか。ミクさん、明日はどうしてもラスト30分弱しか見れへんのがほんまに悔しいけど配信楽しみにしてる。わ、ありがとうございます。ほんまに皆さん無理せずに来てくださると嬉しいです。ニャボーリーさん、多分応募者も5000人からそれ以上の中でここまで残った選ばれたこの一人がはっちゃん。もうありがとうございます。もうね、でもね、ほんまに受かる基準っていうのがほんまにわからないんですよね、誰にも。しゅんさん、明日長いことするんやったらコスメ紹介もありやで。めっちゃしたいです、コスメ紹介。私いつもね、あのちいかわの8割のポーチ、これにメイク道具、あの毎日使うメイク入れてます。あの学校とかにもこれ持って行ってます。中身こんな感じ。けんちゃん初見です。何回目の初見ですか。けんちゃんまだやってくれてた。そうです、まだやってますよ。9時50分ぐらいまでやろうかなって思ってます。あいかさん、ロム&のグロスめっちゃ可愛いよね。そうですよね。私はこれの06番使ってます。でこれ、こういう薬用リップを最初に塗ってからグロス塗るのおすすめです。ピアノさん、そうなんだ。そうなんですよ。何かだろう。三色団子さん、はっちゃんのリップはチャームポイントですね。ありがとうございます。よしよしよしさん、全員が配信してないしね。そうなんですよね、配信してない方もあの受かると思うんでね、ほんまになんか受かる基準がわからないですよね、誰にも。タレパンさん、ショールーム見ていた子が受かってたら嬉しいよ。そうですよね。でもすごい、タレパンさん何人の方もね、すごいですね、ほんまに。ケンちゃん涙出てきた。まだ早いですよ。次はね、NNB48 10期研究生として現れた時にまた泣きたいです。ケンちゃん、コスメ紹介いいね。したいです。毎日使ってるものとかしてみたいです。ケンちゃん、明日はメイク配信か。メイク配信って OK なんですかね。でもしたいな、メイク配信。そしたらね、最初から配信できるんでね。しゅんさん、また可愛いポーチが出てきたで。これ8割じゃない、ちいかわのモモンガです。めっちゃ好きなんですよ。モモンガです。この尻尾が可愛くて好きです。これね、私毎日学校にも持って行ってるんですけど、カバンの中これでパンパンになります。結構ずっしり入ってるんですよ。ヤンウォーリーさん、はっちゃんの配信見てると癒しと元気が出るわ。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。私も皆さんのコメントにほんまに元気もらってます。しゅんさん、明日ははっちゃんのために一日予定開けてるからめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。じゃあもうほんまに長い間配信したいなって思ってます。くんちゃんさん、配信なしで合格する子もいるけど、今配信しておけば入ってすぐみんな応援してくれるます。そうですよね。もうほんまにここで出会えた皆さんと、これからもずっと関わっていけたらなって思ってます。三色団子さん、メイク道具入れ物が可愛くて倒れてしまった。可愛いですよね。これちいかわのモモンガです。耳あって尻尾もあります。これ一目惚れして買ってしまいました。ちょっとお高かったんですけど、あの一目惚れしてしまったんで買ってしまいました。タレパンさん、なんか合格生にみたいな感じになってるが違うけどな、知らんけど。タレパンさんほんまにすごいです。なんかもう審査員になれそうなぐらい
ほんまにすごいです。しゅんさん、メイク配信は普通に大丈夫やと思う。あ、よかったです、ありがとうございます。ねしたいです、めっちゃ。よしよしよしさん、加入したら初めましてで毎日だよ。あ、やっぱそうなんですかね、初めましてって。私もね、今回のこの応募するまで旧規制さんがショールームやってたのも知らなくて。タレパンさん、ちなみにハッちゃん合格したらタレは子さんですか？え、もちろんです。タレパンさんはもうほんまにもうめちゃくちゃ子さんさんです。ここにいる皆さんほんまに子さんになれます。 KAAO4A39 と、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。タレパンさん、タレ審査員ならハッちゃん合格されする、ほらありがとうございます。でもね、ほんまタレパンさんのコメントとかもうすごく勉強になるし、ほんまになんか審査員さんなんかなってぐらい、もうほんまに向いてるっていうか、なれますちょっとリップ塗ろうかな、口乾燥してきたごめんねチャーリーさん、お疲れ様です、お疲れ様です、今日もありがとうございます。ヤオトンさん、そういえば手紙、お手紙書けたかな。あ、今日ね朝から書いてたんですけど、どこ行ったっけ、書きましたよ。どこ行った、どこ行った、手紙どっか行った。ね、なんかね、手紙は前々からずっとコツコツ言いたいことを打ってって、それを今日まとめて書いてったって感じです。タレパンさん、タレのコメントでなんか勉強になったのある？絵もあります、ほんまに。なんかタレパンさん、ほんまに NNB のさん48さん結成した時からファンだったっておっしゃってたじゃないですか。そういうなんか貴重な情報とかめちゃくちゃ教えてくださって、ほんまにありがとうございました。ピアノさん、はっちゃんはにっこり笑顔で頑張ったらきっと合格するよ、ありがとうございます。でこれからもね、皆さんに、褒めていただいた笑顔を、忘れずに、審査行ってきます。ヤンウォーリーさん、もしかしたらどこかのルームに秋元康さん来てたらすごいのにね。そうですよね、もう秋元康さんほんまにお忙しいと思うんですけどね、来てたらほんまにすごいですよね。来てたらほんまに信じられないと思います。シャンさん、まさかの紛失、めっちゃ自分でも笑ってしまうんですけど、どっかにあるんでね、今すぐ探しますね。おいなき旅さん、みそらのオンラインお話し会でショールームで応援してくれてありがとうって言われた。すごい、私もそんな、そういうことがね、言える日が来ることをめちゃくちゃ楽しみにしてます。笹本さん、こんばんは。こんばんは、コメントありがとうございます。手紙、あった、手紙見つけました。なんかすごい散らかってる。お手紙です。ちょっと口縫い直したいな。ちょっと失礼します。唇復活しました。そう、これが手紙です。手紙見つかりました。しゅんさん、かわいい、まさかのリボンで留めてた。そうです、リボンで留めてましたよタイパンさん、さっきガチャンって言ったから散らばってるんじゃない。そう、見つけました。なんかね、リボンで包んでて、まだなんかあ、破れちゃった。なんかね、テープのりで留めてて、リボンだけじゃ収まらないから、こんな感じで、こんな感じで書いてます。こんな感じ、裏です。これは
あの表には字が書いてあるんですけど、こんな感じです。これは明日あの読みたいと思います。めっちゃ長い。これです。ピアノさん、ちなみに秋元康さんは6位の位置に見に行きます。豆知識。え、そうなんですか。え、6位。あ、じゃあ1位の方は見ないってことなんですか。え、ちょっとスクショしとこう。めっちゃいい情報ありがとうございます。しゅんさん破れるでいや、ちょっと破れました。みほとさん、めっちゃ長文じゃん。え、そうなんですよ。でもね、あのちょっと皆さんと最後は喋って終わりたいので、あのこれはあの最後に手紙の内容をスクショしてもらう時間、あの作ろうと思ってるんで、またあの私のショールーム終わった後にスクショしたやつ、え、皆さん読み返していただけたらなと思ってます。あの直筆って書きました。よしよしよしさん、オーディション系のショールームは初めて見たし、フォローははっちゃんしかしてない。もうめちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。もうこういうなんか私だけっていうのほんま嬉しいですね。ありがとうございます。嬉しいからちょっとスクショしとこう。ヤンウォーリーさん、オーディションとか審査とかも6位に来たり。え、そうなんですか。え、ありがとうございます。私まだ22位なんですけど、あのまあ見てもらえるように頑張ります。順位が全てじゃないんでね。え、くんちゃんさん、昔乃木坂のコンサートで神宮球場行った時、秋元先生に遭遇したけど思ったより小柄で驚いた。え、そうなんですか。なんかめちゃくちゃ大きいって言ったらあれや、なんか迫力ある方かなって思ったんですけど。え、しゅんさん、やばい、そんなん泣くやんいやもうね、あの私が泣きそう。みくさん、手紙気になりすぎるから最終配信の最後の方に見せてくれたら嬉しいかも。あ、見せます。あのね、最後の最後にあのこうやってあのスクショタイム設けようと思ってます。こういう感じの、こうやってこうやってスクショしたらね、あのいつでも見返せると思うんでね。ヤッシーさん、こんばんは。え、こんばんは。え、ヤンウォーリーさん、この配信アプリの社長、え、前田裕二さんも来ると6位の席に来る。え、貴重な情報ほんまにありがとうございます。え、しゅうさん、また加入したらお手紙書いて送る。もうお手紙とかほんまに嬉しいです、ありがとうございます。もう待ってます、ほんまに。けんちゃん、泣くわ。私が泣きます。私もほんまに泣くそう。よしよしよしさん、いろんな数字が評価対象だから。え、そうですよね。けんちゃん、すげえすげえ、ありがとうございます。これですかね。宮野さん、あ、違う、壇上の6位の位置。あ、そうなんですか。え、じゃあ、え、じゃあどなたの配信に来るかほんまにわからない状況なんですかね。え、すごい奥が深い。え、貴重な情報ありがとうございます。これまた来るまで明日読みますね。タレバンさん、6位だと57番ちゃんやん。あ、そうなんですか。結構ね、1位、2位、3位、4位、5位、6位の方ね、あの入れ替わりとかあって、ほんまにすごいなんか戦いだなって思います。ヤンウォーリーさん、昔はモームスのツンクさんもこのアプリ見に来てたらしい。え、すごい。え、ツンクさんすごいですね。ショールームってじゃあほんまにすごいですね。え、しゅんさん、自分の理想はお披露目公演入ってお見送りではっちゃんおめでとうっていうことです。いや、もうしゅんさんにね、もうおめでとうって直接言ってもらえたらマジでもうめっちゃ号泣すると思います。でも号泣ほんまにめちゃくちゃ泣くと思います。くんちゃんさん、多分秋元先生のモノマネをしている
タイムマシン3号の関さんが大きな人だから大きいイメージあるのかも。え、そうです。なんかすごいなんか迫力あるイメージがあります。モノマネしてる方いらっしゃいますよね。え、タレパンさん43番ちゃん救急受けてた人よね。若さんの友達らしい。あ、またえ情報ありがとうございます。え、すごい勉強します。え、青原若さんと友達、え、どうやって友達になるんですか。え、どうやって友達になれるんですかね。オーディションの時に連絡先聞くんですかね、それとも普通に友達やったみたいな。え、しゅんさんその時多分僕も泣いてます。私もね、なんかほんまに皆さんの顔はわからないんですけど、なんかもう分かった瞬間めっちゃ泣いてしまいそう。ほんまに安心感というか嬉しさとかそういうので、なんかめっちゃ太くなったこれ。いや、私も早く皆さんと直接ほんまに会いたいな。タレパンさん若たんと43番ちゃん5年のお付き合いある。ええすごい。え、どうやって。え、すごいですね。え、5年ってすごく長くないですか。そうですね、なんかオーディションの時はね、あの連絡先交換するのも多分ダメだったと思うんで、オーディションで友達作ることはできないんでね。私も今回このショールームの、皆さん候補生さんのアイコンとか、あのアイコンというか見た感じ、あ、この時え、じゃあこの方あのオーディション一緒やったなっていう方もね結構いらっしゃってびっくりしました。タレパンさん共通の友達がいるらしいよ。え、すごい。あ、いいですね、共通の友達。でもそうですよね、なんか NNB48 さん大阪の方多いんでね、もしかしたらなんかつながってたみたいな、もう意外と近くにいたみたいなありそうですよね。なんか多そう、そういうの。やっぱ大阪出身の方多いんでね、なんかそういうのありそう、意外と近くにいたみたいな。今日なんかめっちゃ鼻テカってる。え、タレパンさん若たん知ってるからよかったんとも仲良し。あ、そうですよね、絶対ね。え、でもほんまにすごいですよね、青原姉妹さん。ビーストさん、え、それトラミミ、あ、これはヒョウ柄のキティちゃんのカチューシャなんですけど、ヒョウ柄なんで NNB48 とぴったりかなと思ってつけてます。あのこれはね、あの視聴者さんの、あのファンの皆さんの、アドバイスで、あのつけてみてって言っていただいて、あのつけたらあのめちゃくちゃなんかいい感じになったってことで、もう 2,3 日前から毎日つけて配信してます。よしよしよしさん大阪のグループや。え、そう、大阪のグループなんでね、やっぱ多いですよね。ピアノさん近所やったらびっくりやね。え、そうですよね、なんかあの同じなんか学校やったみたいなのも面白いですよね。ビーストさんキティなの。そう、キティちゃんです。これユニバのカチューシャです。タレパンさんあやみさんあやさんって呼ばないといけない。はっちゃん、え、もちろんもう呼ばせていただきます。もうサマー呼びで呼ぼうかなってぐらい、ほんまにもう年齢とか関係ないんでね、全く。え、つやきちさんかわいすぎる。これですか。え、ビーストさんてかめちゃくちゃかわいい。いや、めちゃくちゃ可愛いって言っていただけるのめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。え、ビーストさん趣味は、趣味はお菓子をいっぱい食べることと寝ることと人と会話することと、あと私ね今日思い出したんですけど、私あの手芸とかミシンとかするの好きです。
あと菓子作りとかも好きです。タレパンさん、アイピアンジュは同じ学校で受かりました。え、そうですよね。あのこの間もあの聞かせていただいたんですけど、同じ高校ってすごいですよね、ほんまに。すいません、なんて読めばいいかな。ダニエルさん、JKT48 ご存知ですか。あ、知ってます。ジャカルタ48さんですよね。あの日本じゃないグループさんなんですけど、知ってます。 JKT48。 よしよしよしさん、なんか知り合いの X とかには福岡出身の候補生さんも多いみたいね。え、そうですよね。あの福岡の方とか北海道の方もいらっしゃったかな。でもね、ほんまに NNB48 さんもすごく人気なあのグループなんで、あの全国各地からいろんなね応募者さんが今いると思います。ゾイキチさん、めちゃくちゃ可愛い顔文字ありがとうございます。ビーストさん、ほほ、テレビ出ることがあるなら体張った方がいいよな。え、そうですよね。私でも結構ね、何でも挑戦したいって思う人なんで、体張ること好きです。タレパンさん、お菓子いっぱい食べるならラビグルメみたいな発信の仕方するん。え、そうですね。私あのお菓子食べること好きなんで、あれコメントどっか行った、あのラビグルメをどんどん勉強して頑張っていきたいです。つきちさん、中川はるかさんサインしてよ。中川はるかさん、中川遥香さん、ちょっと調べようかな。鈴吉さん、ハルゴンニックネームがですか。ちょっと調べますね。鈴吉さん、はじめまして。あれ全然はじめましてじゃないですよね。鈴吉さんも、ね、ほんまにめちゃくちゃお忙しいと思うんですけどね、ほんまにありがとうございます。パンダさん、こんばんは。こんばんは。よしよしよしさん、他の候補生さんの配信5秒ぐらいで離れるからしんけど、他の候補生さん私も結構見てますよ。ビーストさん、挑戦心ええやん。おじさまには野球がハマるらしいぞい。あ、私ね、そう、挑戦心結構すごいと思います。これはね、私ね、やりたいと思ったことは何でもするんでね。私野球はね、ルールわからないんですけど見るのめっちゃ好きですよ。おいなき旅さん、手芸できるなら衣装制作に関われたりしたらいいね。そうですね、私あの、小学生の時の夢があのファッションデザイナーになることだったんですよ。私なんで今でもね、あの手芸したりしてます。今日もね、あの配信してない間、あの制服のスカートをちょっと改造してました。KAO4I さん、ハルゴン AKB3LG がかね。すいません、ちょっと英語勉強しますね。ビーストさん、おや、今の子なら過去の AKB 知らないか。私あの AKB48 さんはあの結構知ってるんですけどね。AKB48 さん、私あの3歳ぐらいの頃から好きでした。曲とかならいろいろ知ってますよ。メンバーの方も結構知ってると思うんですけどね。 私あのアイドル好きになったきっかけも AKB48 さんなんで。鈴木さん、 JKT さんのメンバーさんね、めちゃくちゃ有名になった方。そうなんですか。また調べときます。ありがとうございます。くんちゃんさん、ショールーム配信で有名になるとセレクションでもしかしてはっちゃんですかって他の候補生さんに言われたりするらしい。すごい。それめちゃくちゃ嬉しいですね。それは嬉しい。ピアノさん、ハルゴン JKT 移籍して大活躍した子。すごい。
よしよしよしさん、 AKB48 の3期を、あ、3期、私ね AKB48 さんはあの神セブンとかの方なら知ってるんですけどね、3期生だったら私柏木由紀さんとかしか知らないです。弱いなき旅さん、 NNB 衣装図展見たらいいよ。え、そうですよね、私あの NNB48 さんの衣装展覧会みたいなのもね、あの動画で見たんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。よしよしよしさん、ゆきりんの同期、え、そうですよね、柏木由紀さんの同期だったら結構長い間、ビーストさん、そうなの、中川遥香ちゃん元 AKB なのよ。え、ちょっと調べてみますね、なんかね AKB48 さんもね、あのほんまに可愛い、なるほど、 AKB のはるかさんという私島、鈴木さん大丈夫よ、ありがとうございます。ビーストさん、 AKB で好きな曲は、 NNB は Must Be Now が好き、あ、わかります。 AKB で好きな曲は、私はあのエブリデイカチューシャが一番好きです。あの曲は私が4歳の時にずっと聞いてて、今でも聞いてます。エブリデイカチューシャとか、あとあの恋するフォーチュンクッキーも好きですし、あの誰かのためにっていう曲も好きです。ビーストさん、候補生、そう候補生です。鈴木ちさん、昔だからね、そうですよね、ほんまにすみません、ほんまに勉強不足で。ビーストさん、覚えること多くて大変だね。そうですね、でもほんまにね、もっともっと覚えないとね。鈴木ちさん、そうだね、ありがとうございます、ほんまに。キヨニーさん、こんばんは、こんばんは。ビーストさん、ナチ懐かしいですよね、あのエブリデイカチューシャ、 AKB 夏曲多いからね。そうですよね、あの私ポニーテールとシュシュっていう曲もめっちゃ好きです。ポニーテールとシュシュとか、あと真夏のサンズグッド、あの曲もめちゃくちゃ好きです。ほんまに確かにでも夏曲多いですよね。でも私ほんまに夏曲といえばポニーテールとシュシュとか、真夏のサンズグッドとか。ビーストさん、てか髪、サラッサラやん、あ、ありがとうございます。髪はね結構長いんですよ私、ありがとうございます。ミストさん、ラブラドールもそうだしいいよね、あ、めっちゃ好きです。ラブラドールといえばあのワンちゃんがめちゃくちゃ出てきて、であの海辺を走る動画ですよね、まゆゆさんがすごい可愛いなと思います。ラブラドール、ラブラドールめちゃくちゃ私あの好きな曲です。あの砂浜で撮影してますよね、 海辺で。ラブラドールも懐かしいな、私も今でも聴きますよ。エビートさん、うえー、めっちゃサラサラ若いの、わ、ありがとうございますね、こうやってしたら髪の毛ファーってなるんですよ髪でもめっちゃ傷んでますよ。ヤン・ウォーリーさん、候補生さんは名前覚えてくれるから馴染みやすいからいいね、あ、ありがとうございます。私ね、あの皆さんの名前呼んでからコメント返信させていただいてるので、もうほんまに覚えるの早くて嬉しいです。ビーストさん、そうそう、犬がたくさんいる MV、 そうですよね、あの最後にメンバーの皆さんがねワンちゃん抱っこして歌ってますよね、あの水着着てめちゃくちゃ可愛いですよね。でも AKB48 さんの MV って水着着てること多いですよね、今思ったら。
え、ビーストさん、まゆゆ何してるのかな。え、めちゃくちゃ気になりますよね。渡辺まゆさん、結構ね、AKB48 さん卒業した後も女優として活躍されてましたよね。でも今は完全にね、芸能界からあのね、お辞めになられたんですけど、気になりますよね。まゆゆさん、ほんまにね、可愛いですよね。アイドル、ザ・アイドルって感じの方ですよね。ギグヤさん、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。ビーストさん、 JK は髪痛むはやばいよ。めちゃくちゃ髪痛んでます、私。あ、でもこれは宿毛矯正してるんでね、ツヤツヤになりました。宿毛矯正おすすめです。しゅんさん、普段、ヘアケアってしてる？あ、私ね、ヘアオイルめっちゃ塗ってます。あと、それとドライヤーするときは必ずヘアオイル塗ったり、でもガンガンアイロン使ってるんでね、ここにヘアアイロンあるんですけど、まあ髪乾かすことが大切かなって思ってます。あとはね、あの定期的に宿毛矯正してます。よしよしよしさん、ロクシタンかマーキュリーディオのシャンプーコンディションはいいよ。あ、ロクシタン私めっちゃ好きですよ。ロクシタンね、私あのこのポーチの中にも入ってます。で、これロクシタンのハンドクリームです。ロクシタン私よく行きますよ。めちゃくちゃいい匂いするし、なんかほんまに私ロクシタン好きです。ロクシタンのシャンプーもね、お高いんですけどね、たまに使ったりしてます。エビートさん、水着過去は多かったけど今は規制かかっててなかなか見えなくなったもんな。そうですよね。なんか昔の AKB48 さんの MV といえば水着でしたよね。 NNB48 さんも結構水着であの MV 撮られてたと思うんですけどね。ビーストさん、宿毛矯正、そう、宿毛矯正っていうのやってます。宿毛矯正はね、私もともとめちゃくせ毛で、でも宿毛矯正やることによって、ツヤツヤな髪を手に入れました。なんてお呼びしたらいいかな。B-I-S-H-O-P さん、こんばんは。こんばんは、コメントありがとうございます。あ、でももう9時46分や。9時50分ぐらいになったらね、あのやめようと思ってるんですけど、配信、まあでも10時までなんでね、9時50分ぐらいになったら、男女読みさせていただいて、皆さんと最後にお話しして、今日は配信、やめようかなと思ってます。ビーストさん、昔は水着でもビキニでも何でもござれだったけど、今の子らが嫌だって思う子いるんだろうね。そうですよね。もう今は確かにね、規制とか厳しいんでね、すごい。でも昔は結構ビキニとか着て撮影されてましたよね。それこそ真夏のサウンズグッドかな、あの曲は皆さん白いね、あのビキニ着て、ほんまに可愛くていいと思うんですけどね。ピアノさん、ほんまや、もうこんな時間。そうなんですよ、危ない危ない。ほんまにあっという間ですね。しゅんさん、はっちゃんの配信見てたら時間経つの早い。私もね、皆さんとお話ししてたらほんまに時間経つの早いです。もうびっくりするぐらい。いや、早いな、ほんまに。明日はね、最終日なんで、ほんまに皆さんともっともっとお話できたらなって思ってます。ビーストさん、八之助は水着の仕事できたら、あ、八之助 OK 出すの、年齢的にまだだろうけどさ。そうですね、やっぱりでも水着とかは結構正直抵抗ありますね。なんで、確かにでも難しいな。今はなんか水着が当たり前じゃなくなってるじゃないですか。なんでちょっとやっぱ抵抗ありますね。しゅんさん、水着の MV って夏感めっちゃ感じれていいよな、シンプルに可愛いし。ほんまにその通りですよね。なんかもう
NMB48 さんも結構水着の MV あったと思うんですけどね。ヤンウォーリーさん、楽しい時間だとあっという間に過ぎる。え、ほんまにその通りですよね。めちゃくちゃあっという間で。え、ビーストさん、 NMB には、上にして先輩いるからな。あ、また調べます、ありがとうございます。え、ケンちゃん、 HKT48 もなかなかいい MV やれそう。え、そうですよね。え、なんか可愛い感じの曲多くないですか、 HKT48 さん。ビーストさん、超えるに超えられない壁がいるから抵抗あるもんな。え、ほんまにそうなんですよね。ケンちゃん、鼻大丈夫か。え、鼻やばいです。まだ喉もなんかめっちゃ乾燥してやばいです。え、ケンちゃん、ジョーニー。え、ビーストさん、上西な、あ、はい、あ、すいません、上西って呼んでしまいました、すいません。上西さん、しゃいます、ありがとうございます。ヨウトさん、2時間以上喋りっぱなしで尊敬する、わ、ありがとうございます。でもね、ほんまに楽しいね、めちゃくちゃ、ほんまにあっという間です。よしよしよしさん、うがいしてのど雨でケアしな。え、ほんまそうですよね、ありがとうございます。ケア頑張りますね。でもアイドルになったらもっともっとね大変だと思うんですけど。ビーストさん、大先輩やぞ、わら、ほんまにすみません、え、ほんまに申し訳ないです。聞いたことはもちろんあります。あの、顔、お顔見たら絶対わかると思うんですけど。おいなき旅さん、明日の今頃ははっちゃんロスインしたって、それ、え、そう、ほんまにそうだと思います。明日の今頃はもう配信できてないんでね。え、でも皆さん、また会えるって信じてます。ケンちゃん、はっちゃんロスになりそうだ。私も皆さんロスに絶対なります。私結構こういうの引きずるタイプで、もうやばいと思います。ビーストさん、ハチノスケどんまい。ハチノスケすごい。もうやらかしました。ほんまにごめんなさい。ビーストさん、もちろんわかるはずよ。あれだけ雑誌載ってたんだから。あ、絶対わかります。上西さん、調べたら絶対わかると思うんでね。あ、じゃあそろそろ13位の方から誕生読みしたいと思います。13位、隊長隊ちゃんさん。12位、暴れ馬カモメ派タヒヌほどまったりさん。11位、瀬戸丸さん。10位、リカルの人間不信さん。9位、ヨジさん。8位、鶴吉さん。7位、イラヤさん。6位、ビーストさん。5位、終わりなき旅さん。4位、ヤオトン・マツオミーさん。3位、KAAO4I さん。2位、ミクさん。1位、シュンさん。皆さん、ほんまにありがとうございました。もうね、いつもいつもありがとうございます。よしよしよしさん、メンバーになったら昼や公演とかあるからケアの仕方も覚えようね。え、ほんまにその通りですよね。やっぱり歌うことの方が、ね、喉結構使って大変だと思うんでね、覚えていきたいと思います。ヨートンさん、そうか、明日8時までか。え、そうなんですよ、めちゃくちゃ悲しいです。でもね、また皆さんに絶対会えると思うんで。ビーストさん、頑張るよ、未来の NNB の八之助。もうめちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。八之助って呼んでもらえるのもめちゃくちゃ気に入りました、ありがとうございます。嬉しいからスクショしよう。鶴吉さん、ありがとうございました。ほんまに今日も、ほんまにほんまに忙しいと思うんですけど、ありがとうございます。もうゆっくり休んでください。リカルド人間不信さん、また明日ね、また明日ね、ありがとうございます。終わりなき旅さん、ちなみに上西は姉妹ね。あ、ありがとうございます。また今日調べときます。リカルの人間不信さん、楽しかったよ。私も楽しかったです。ありがとうございます。イラヤさん、今日も楽しかった。私もめっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。シュウさん、今日もありがとう。ついに明日で最後やな。ほんまにほんまに短い時間だったんですけど、ありがとうございました。5521さん、こんばんは。こんばんは。
え、しゅんさん今日もお疲れ様、また明日ね。え、また明日お見てきてくださると嬉しいです。ピアノさんありがとう、また明日ね、また明日です。遠いかいゆさんこんばんは、こんばんは。いやと松尾美さん今日も癒しの配信ありがとう。明日で終わるの、あ、でも明日で終わるんですけど、今度は NNB48 研究生として皆さんの前に現れるんで待っててください。ミクさん今日も配信お疲れ様、明日マジで少ししか見えへんくてごめんよ、ほんまに忙しい時間ありがとうございます。でもね、ミクさんのあのツイッターじゃなくて X、 いつもほんまに嬉しい、ありがとうございます。ニャンウォーリーさん楽しい時間をありがとう、グッドラック、ありがとうございます、私も楽しかったです。 KAO4Iさん今日はありがとう、ありがとうございます。ケンちゃんお疲れ、お疲れ様です、ありがとうございます。よしよしよしさんファンの人との絆ご縁を信じてしかいね、ありがとうございます。えみくさん今日も明日もハッシュタグつけてツイートするからね、ありがとうございます。私あのハッシュタグを検索していつもあの見てるんで、ハッシュタグつけていただいたらほんまに見れます、ありがとうございます。けんちゃんラブ、ありがとうございます。ワイナキ旅さんまたね、またね。タレパーさんはっちゃん最短ね、6月8日に会えたら嬉しい、知らんけど、あ、6月8日くらいになるんですかね。まあね、私あの今度劇場公演も見に行かせていただくんでね、そこで私っぽい人いるかもしれませんねえ、じゃあ今日も皆さんありがとうございました。また明日最終日はね、日中からやってると思うんですけど、また会いましょう。皆さんありがとうございました。明日これの紹介したいなと思ってます、この中身。しゅんちゃんバイバイ、あ、しゅんさんえバイバイ、おやすみ、おやすみなさい、今日も本当にありがとうございました。 KAAO 弱いさんえバイビーかな、また明日もよろしくお願いします。ヤオと松尾美さんおやすみ、おやすみなさい。じゃあ皆さんありがとうございました。また明日も会えたら嬉しいです。じゃあ終わります、ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。今日もほんまにありがとうございました。